とかで一本撮りで、だから1時間も一緒にいなかったし、うん、今ほど仲良かったわけでもないから、うん、まだその時のそんなサラバセとかなかった、コンビもなかった。でこの前の、うん、あ違う、その前その後にめっちゃ後に仲良くなって、うん、ソラパセっていうかノブヨっていうかで、うん、チリメン SF48 のチリメンパーティーに呼んでいただいて、でもそれもなんかパセと出演、私なんか誰が仲いいですかみたいな聞かれた時に、うん、あの2期生ちゃんの尾崎セリカちゃんと仲いいですっていうのを話してて、うん、っていうので自分がスタッフさんに言って多分 OK もらって、でつい最近あのイモーステレビのロケでたらいこぎで、あの同じチームになったんですけど、あれももともと違うそうペアかもしれなかったけど、そうやっぱりあの先輩後輩すぎると、うん、3期生まだ入って一緒にロケしたことないから、先輩後輩すぎると、うん、もっと来いでくださいとか言いづらいと思って、うん、そうちょっと変えた、うん、言いやすいように、もともとやっぱりね、うん、そのやっぱ先輩後輩同士やったらなんか 見なんて見たことがある感じになっちゃうしってことで、あの後輩ちゃんと組むのもいいよっていうか、うん、後輩ちゃんと組んでみてみたいな言われたけど、うん、後輩ちゃんも試していいコンビを見つけて優勝を目指してるから、うん、ガチで狙ってるから、ガチで、うん、そうガチで優勝を狙うために本当にもう引っ張ってこうってことで、うん、一緒にやったけど本当にね2人ペアで、えでもめっちゃちょうど良かったのね、うん、多分あ身長的にも、うん、しかもそのひーちゃんひーたんも普段から2人仲いいし、あいちごちゃんとみゆぽんも普段から仲いいし、うん、え多分仲いいで多分組まれてた、ね、組まれてたと、ね、そうでそこで、まあ、自分たちもソラパセでみたいな感じになってね、しかも初っ端めっちゃいい感じにゴールできたから、うん、よかったよね、よかった、だから全部自分たちからっていう、うん、自分たちでスタッフさんとかマネージャーさんから最終的に決めてるのはそうだけど、うん、初め発端となるのはうちらが発信っていうか、ソラパセ仲いいですよ仲いいですよって言って、じゃあお願いしますみたいな感じになってるから、うん、発端といえば私たちだけだ、だから全然ね、ねあの認知されてないかも、そう全然認知され、多分仲いいっていうのは分かってると思うけどソラパセなんて知らんと思う、知らん、運営さんたちも知らんと思う、ソラパセっていうコンビあるんだって、いつも一緒にいるなって思われてるだけだと思います、うん、マネージャーさんとかはね知ってくださってるかもだけど、うん、はい、かわいいでしょ、卵焼き河内、そう今日はねソラパセだけではなく、今日は吉田サラちゃん、サラピとも、サラピとパセと私の3人でお出かけに行っていたんですけど、そう今多分サラピ一人で配信してるんですよ、サラピサラピに一緒に配信しようやって言ったら、もう配信始めるところですって来てるそうでもサラピちまでちゃんとバイバイって言って、あのなんだっけ、お見送りじゃなくてなんていうの、うん、見届けました、見届け、お家に入るのを見届けた、あ送り届けた、なんかそんな紳士みたいなことしたん、えでもマジであれ、うん、家の前まで行ったから、うん、そう3人でお出かけしてきました、でガチャガチャをしたんですよ、でなんかねあのお弁当に入ってるなんかおかずシリーズみたいな感じで、はい、おにぎり、タコさんウインナー、鮭、この卵焼き、あとエビフライ、あエビフライ、そして私が引いたのがちょっと持ってくる、なんだっけあれ名前何なの、バから始まり、あ分かったよ、バラン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 なんですけど、私がまず欲しかったのがあのタコさんウインナー、そうタコさんウインナーで、
まあ、でも私は卵だったんですよ。卵焼きでも可愛いと思って、黄色カラーだし可愛いと思っていいなと思って、でサラピがエビフライが欲しいって言ってエビフライ聞いてたんですよね、うん、でそして私が鮭欲しい、鮭がいいって言って出たのがオレンジのカプセルだったから、うん、鮭来たと思って、うん、よっしゃ鮭だと思って開けたら、うん、バランド、しかも緑色、そう緑、緑嫌だってめっちゃガチャガチャのあの何あのいろんな人がいる空間で緑嫌だ嫌だみたいな、なんでなんでこんな緑だみたいな、めっちゃ緑みたいな、そう一番子供になってました。パセリだからね、緑に縁があるんだよみたいな、サラピー言ってたけど、うん、イエーイみたいな、なんでみたいな、オチみたいになってたよね、うん、なんか私もカプセルの色がね赤っぽかったから、タコさんウィンナーだと思ったら、うん、そう卵焼きちゃんだった、かわちいです。そう私だけお弁当のそのガチャガチャで唯一食べれない、食べれない系だった、バラも。これってったら大根みたい、え可愛いじゃん、人参、人参は短い、大根あれみたい、なんか花冠、生誕これ、なんだっけ、あのティアラ、ティアラに見えるよ。でサラピアねずっとここにつけてたんだけど、エビフライがめっちゃピンマイクに見えて、うん、超ピンマイクだったよね。わガチャガチャ、サラピ普段ガチャガチャしないけどこれはしたいかもって言って、うん、してくれました、一緒にした、可愛かった。そうなんかね、うん、パセ昨日か急遽ほんと3人で遊ぶってなったんですけど、はい、なんか昨日一緒に過ごせなかったんですよ、パセと一緒に、はい、なんだっけ、ナイトクルージング、はい、ボリューム4があって、私はベートークに出演しております。そうだから一緒にいれない、一日一緒にいれないなってなって、じゃあ明日一緒にいよっかって家でゆっくりしようって話してたんですよ、はい、だからあの私ナイトクルージングでサラピと一緒だったんですけど、はい、サラピが明日何するんですかって言われて、お家でポセとゆっくりしようかなって人思っとるよみたいな言ったら、なんか歩きたいんですみたいな、なんか外出たいですみたいな言われて、はい、いいよって言って、パセもいると思うけど3人で一緒にいいって聞いたら、全然いいですよって言ってくれたから、はい、そう3人で出かけに行ってきました、はい、3人で出かけるのは2度目でございました。そう実は大阪でお仕事が終わった後フリー時間があったので、結構前だよね、うん、いつ春ぐらい、うん、春ぐらいに1回、そう3人で、私が真ん中ですね、どっちかっていうと、うん、その時もパセとどっか行こうかみたいな、うん、言っとって、カフェ行こうって言ったら、サラピちょうどアサイーボールブームだったんだよね、そう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 、自分たちで探そうかって言って、でもないってなっとったら、サラピがここのカフェ行きたいんですけど一緒どうですかみたいな誘ってくれて、はい、行こうやって言って、そう大阪のカフェ行きました、行ったのがインスタグラムの投稿になります。そうでもさ、同じカフェなのにさ、サラちゃんの投稿と私の投稿でさ違う、おしゃれ度がもうすごいの、全然違う、うん、弟子入りせんといけない、そう2回目でした、そうです、イエー、でね結構謎だなと思われるかもしれないんですけど、意外と仲いいんですよね3人で、何の話しとるんかちょっと真面目な話が多いかもだけど、今日は、うん、あタコワサ食べたよってみんなに、あ初めて、そう私人生初タコワサでした、タコワサを食べさせました、あとちゃんじゃ、ちゃんじゃ、ちゃんじゃも初ちゃんじゃ、そうなんか焼肉屋さんの食べ放題行ったんですけど、その2人が辛いのも食べれるし遊びも OK みたいな2人なんですよ、で私は辛いのも苦手だし、はい、そのわさびとかも苦手で、そう自分だったら挑戦できないですよ、自分一人とかだと、うん、でも2人が食べてたから一口いただこうと思って、はい、ちゃんじゃ食べたんですよ、なんか美味しい、コリコリしてて、なんのか分かんないけどコリコリしてて美味しいよね、そう辛かった、なんか痛かった、痛かった、うん、ピリピリした、あの全部で食べたらやばいと思って左側で食べたんだけど左側めっちゃ痛くなってびっくりした、ね、それでもなんかコリコリみたいな食感が美味しくて、
そうまた食べちゃったんだけど、でタコワサは私わさびが苦手なので、はい、あのもう縁がないものだと思ってた、ね、タラの胃だって、えタラだったの、タラ、うん、タコワサ美味しかった、タコはコリコリしてて、なんかそこはわさびが少なかったよ、ね、うん、うん、少なかった、なんかツンぐらいな感じでツンじゃなくて、なえあったよツンって感じで、あうわわさびって思ったけど、タコのコリコリが美味しくて、うんまんでした。でも冷麺は食べてくれなかった。冷麺は苦手です。酸っぱいから苦手です。酸っぱいのは苦手です。冷麺麺麺麺、サラちゃんと味覚が合うんかな、辛いとか、うん、合うと思う、ね、この人めっちゃ辛いの好きやから。今日もさ同じやつ頼んだよね、二人で、うんうん、でもあれ美味しかったよ、トマト、うん、サラも好きやった。本当、うん、合うね。明日はオンラインお話し会です。楽しみね。月に1回ずつだから。そうなの、今回寂しすぎる。喋りたいことがたまりにたまって話せるっていうか、うん、言うのいい。みんな待ってるどん、待ってるどん、忘れないでくださいよ。明日は安住とお揃いです。私は一人お揃い。え、お揃いって言うのそれ、うん、でも一人だけどちょっとなんかお揃いみたいな。そうだ、ソタロってちょっとソラは言ってないですよ、何をするか。秘密ちゃん、秘密ちゃんです。明日のお楽しみに、お楽しみに。安住とお揃い、明日会えるのワクワク。久々じゃない？え、そうなんよ、今ね東京で頑張っとるから舞台の稽古で。リコちゃんとかも舞台終わって帰ってきて久々、ね、アットジャムぶりワクワク。あ、そうじゃん、手紙ありがとうって直接お礼を伝えないとです、ね、そうじゃん、みんな待ってるよ。そうじゃん、いるイベントとか公演とかの感想を待ってます。やばい、ワンピースに焼肉飛んでる。え、やば、ソラもでもさっき落としたけど大丈夫だったかな、すぐ消え、すぐ下から、どこどこ、あ、これ何、これ知らへん、でかこれ知らへん、でかじみ、絶対ちゃんじゃやん、ちゃんじゃやん、これ絶対ちゃんじゃ、ちゃんじゃやん、これちゃんじゃや、私はこれ肉の、やばい、大丈夫これ、なんかちょっと店がオレンジの電球で、そうだから落ちたの気づかなかったの。携帯のさ、あのなんだっけ、懐中電灯、そうを照らして肉が焼けてるかチェックして、オレンジのやつだったからこうやってやって、うん、こうやってこのライトで焼けてますとか言っていちいち検証してしてたよね、うん、いちいち検証してました。見てください、これ私の好きな好きな人が入ってます、じゃん、ミステミーヤ、ミステミーヤ、じゃん、マイキューさんと誰かな、これです。自分は消した、まいちゃんの頭で消しました。なんでまいけさんの頭に乗ってんの。でもね、こじゃないとこっちが空派になっちゃう、まいちゃんが上にしたら自分になっちゃうから、うん、かわいいでしょ私のスマホケース、かわいいね。でももうすぐこれともバイバイだからな、匂わせやめて、まだ言ってないの。そうなの、うん、まだ言ってないの、もうこれともバイバイなんだよな、まあ、ありがとう今まで、別れの時、ありがとう、今別れの時、飛び立とう み信じて、はずむはずむ若い力力信じて、ちょっと音やばいって、音やばいだよそれ、音やばい、音やばい、音やばい、あ、ミラーボール来た、やば、やばい、歌ってるか、ディスコ、ディスコの曲、ディスコンしてだって、ノーノー、昨日教えてもらった、どの方か、そうなの、うん、すごい X に流れてくるから、ノーノー、ノーノー、え、でも分かるよ、そういうイベントとかでさ他のメンバーのファンの方の名前と顔一致したりするよ。そうなんよ。おお、あなたは、え、あの方は誰、すごい、なんかトトロとメイちゃんの出会いみたいな感じにならない、うん、あら、トトロっていうのね、からね、あなた何々さっていうのね、なる、いつもあの、ね、グループお話し会とかの時とか、うんうんうん、なる、ね、うん、何々でしたよって、みたいな、めっちゃ SNS お見送りで見てます
ですとか、そうお見送りで顔は見てる、 SNS で名前は見てる、うん、一致すぎるよねそこで、うわあの方やんってなる、うん、すごいなんかね超有名人にお会いした気持ち、わかる、やばいよねあの時、うん、あの一致しただけのさ、うん、なんか脳トレになってると思う、あーわかる、ね、わかる、IQ サプリ知ってる、 IQ サプリ、え飲むの、なんか何食べたらもやっととか知ってる、スッキリスッキリ、分からへん、やばいよ6歳差のジェネレーションギャップ、サプリメントじゃなくて、うん IQ サプリみたいな、マッチ棒のやつ知らない、ん知らないらしい、ちょっと難しいサプリか、あ番組なんや、えでも見たら分かんのかな、ちょっと調べてみよう、モヤットボールって調べてみて、あ調べてくる、モヤットボール、え私まだ1歳かも1歳の時に始まって6歳の5歳ちょっとで終わっちゃったかも、1歳やばい、あでもなんか見たことあるような気もする、1歳やばいよ、1歳の時に放送始まったっぽい、え東京フレンドパーク知っとる、え聞いたことある、パーコの口からかな、うんパーコ最近めっちゃ言う、東京フレンドパーク、待て待て、あれやりたいって言ってショールームでも言う、パーク、え分かるよこれ、出たでしょ、うん分かる、えこれ知ってるよ、これ知ってる、えそれはなんで分かるの、えこれ知ってる、あほら2011年までだから、うん、私が8歳7歳ぐらいまでやけ、えこれ知って、えこれ分かるよ、わかる、えこれめっちゃわかるよ、え大好き、あれピタッてくっつきたいもん、それね、やりたいよね、えめっちゃやりたい、あれヘキサゴンわかる、いやそれはわかるよ、わかるか、うん、それわかる、でも IQ サプリ違うのか、えやりたいねこれ、うわ楽しそう、ペタッて壁にくっつきたい、パジェロ知らん、パジェロ、パジェロ、え車、これがもらえるんや、えダーツでピョンって当たったらこれがもらえるの、えすごね、やばいよね、えどこに当てたら、そのぐる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 ってこうやって回るやつあるじゃん、うん、STU のあの抽選会みたいなやつ、でそれが出たらもらえ、え いけそう、それは無理だって、え無理なの、めっちゃちっちゃい、えいけるいける、無理だよ、ピュンそういや想像できたからもうできますやばいできますよ、それは、なんだろうな、試しちゃったりそう、なんでだよなんでだよ、他なんかあるかな、じゃ知ってるバラエティ番組言って、そらはね、うん、幸せボンビーガールが大好き、私大好き、大好き、大好き、知ってますか幸せボンビーガール、結構もう悲しいですあれなくなっちゃってね、沖縄とかに大好き、そうじゃんね、うん、100均のやつと100均のコーナーと2000円で20人分の食材作るやつがもう特に大好き、じゃあ見てたよ、大好き、ギャル曽根さん大好きやもん、え劇的ビフォーアフターも知ってるよ、大好き、うん、大好き、でも大好き、なんということでしょう、わかる、めっちゃそら好きやったもん、パパが見よって、そう一緒に見とった、なんかあのさこう昔なんかビフォーのそうボケもすごいし、アフターもすごいし、あれ大好き、家族が反応するとこ見るの好き、いいよね、感動して、あの教室1階が教室でとかも行くない、うん分かるね、あとなんか家族、うん家族全員でおばあちゃんのために坂を玄関のそう手すりをとか、えいいよね、うん分かる、収納がないから収納を増やすために階段下をどうにかこうにかするとか、ね、畳の部屋ができたとかね、分かる、大好き、この家も早くリフォームし、なんでここの家はダメだよダメだよしたら賃貸でした、絶対ダメだよ、いやすごい、ティルルルルルンティルルルルン、匠が出てきたよ、そうじゃない、どう建築とかできそう、えできる、えでもできるよ、いや私無理よ、絶対にちょっと何ミリか間違って作って、うん、もう大変なことになる、私何回も確認すると思う、めっちゃ確認して、傾きとか確認して確認して傾きとかできちゃうタイプだと思う、あ、うん、でもそれでもどうにかこうにかする、え私あれ好き、あのさ、うん、
あのまだ壁とか貼る前のさ、なんかブーってってポワーって、あ、わかるよわかる、何断熱、何断熱材、断熱、あれ大好き、ね、そう、袋のやつあれしてみたいじゃん、こうやって壁にこうやってビービーってポワーもーってなりたい、あれ好き、なりたい、あれやりたい、あれやりたい、あれやらしてほしい、あれすごいよね。あとさ、つなぎをさ木でやるみたいな、こうなんかこういう三角形のやつがカンカンってなんかチュッて切り入って、そう膨らむんだよね、水分で、そうボンドみたいな、そうこれの方がちゃんといいですよみたいな、崩れないですよとか、あれ大好き、大好きだよね、あれいいですね、いいですよ、あとロフトがある家はいいですよ、あーロフトですね、いいね、うん、いいよね。あとなんだろう、アニメとか、何アニメ、はい、アニメそんなに見てへんかったからな、そら何何見とった、うち B とかしとったよ、私 B したことない、嘘、 B しとったお兄ちゃんと、私はゲームボーイアドバンスの時代で生まれたから、こういうやつ、そう、え、持ってるよ、正方形、 あれじゃないかな、 3DS ぐらいまでかな、え、Wii はあれだよ、 3DS よりもっと前だよ、そうなの、 Wii U だよそれ、そうなん、 Wii はめっちゃ前から、でも Wii なお家、 Wii やったことない、触ったこともない、嘘やん、マジ、 Wii、 Wii マジです、 Wii はあれやってました、うん、結構早い、うん結構早い、めっちゃ前だ、あれ死んじゃなかったわ、あのだっけ、 Wii スポーツとかやってた、テニスとか、いいの、お兄ちゃんがドラゴンボール好きやったから、何だっけな、なんちゃら、なんっけ、ドラゴンボールスパーキングメテオみたいなやつやってました、何それ、なんかね、うん、戦う、スパーキングメテオみたいな名前でした、メテオ、もう全然それも覚えてないけど、あんまりね、やってなかったんだよね、 Wii は2006年、 3DS は2011年、え、そう、2006年と私いくつなんだろう、10歳じゃない、10歳、9歳、8歳、9歳、小3、小4とか、うん、そんなことなかったですよ、ファミコン、ファミコンもやってました私、パパがいっぱいねドラクエのキャセット持ってるの、うん、ドラクエ、そう、死ななきゃ全員ドラクエ好きだからドラクエやってました、ファミコンで、え、私にさいつもやってくるやつドラクエだっけ、うん違うよ、え、スターウォーズ、あ、スターウォーズかなんか私がなんか私のちょっと私がなんか顔が変な時変な時だ、変顔する時、変顔する時にパちゃんスターウォーズのキモやつ似てるって言ってくるんですよ、そしてスターウォーズキモいって調べてなんか一発で出てくるんですよでもそういう顔をしてくるんですよね、なんか本当にパセってショールームで見せてないところがありすぎてやばいんですよ今日もサラちゃんと3人でいる時を、うんうん、なんかおしとやかに、え、そうだからめっちゃあの気使ってるわと思って、いやそんな全然気使わなかった、無心だったけど、そうなんかめちゃくちゃ知らないパセだったんですよ、一緒にいる時のパセじゃなくて、もっとなんか変な顔したり、そうするし変な発言したりして、めっちゃなんか笑ってほしくて、うん、なんか子供がやるじゃん、お母さんとかによく笑ってほしくて変な顔したり、うん、そういう気持ちで多分いつもやってるけど今日はちょっと猫かも、そうだから知らなくて、だから定期的に、え、大丈夫、気使ってない、大丈夫、うん、って言ってめっちゃ心配してくれた、そう全然気使ってなかった、そうだからそういうとこ肉バクバク食べてた、うん食べてた、そうだからね、たまにマジで家にいるときに、なんかあんまり変なことなんかする、いやですよ、こう行動も言動もなんかおかしくなるんですよね知らないパセが出てくる、うん、それ計らしたらそれが普通なんや、だから今日のパセが知らんかったんや、うん、そうだよね、だから、はい、そうたまにすごい顔してくる、動きがそのスターウォーズのなんて名前だったっけ、なんかさっきコメントジャバ、え、待って待ってね、ジャバザハット、え、違う、あれでしょ、ジャバザハ、違います、それじゃない、違うよ、違う、うん違う、カタツムリみたいなやつじゃない、違うなよジャバザハット、これ違うもん、これ違う、それでも似てるって言われたことある、え、これじゃない、これじゃない、私はそれ見せてくれたことあるから、え、これじゃない、見たことあるよ私、本当、え、でも、うん、そのキモいやつって調べたら一発で出てくる、うん、違う、え、これも出てくる、これ
でも嫌な方がいいよな。そういう顔をしとるって思われるよ普段。これ言ったらそういう顔してるって、うん、思われる。でも本当にしてるんです。おもろいんですよ。え、でも悪くない？でも似てるわ。似とるやろ、うん、はなんか出してくるとか。あ、もうそんなん言ったら分かるよ。調べたら調べたら出てくるよ。ほら、バレちゃうよ。いや、こういった顔もするもん。え、やばい、してる。え、してるよね。なんて名前なの？え、これいいの言って。分からない、公式が。おらんかもしれん。え、いないとかある？いるじゃん。あ、これだ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、かわいい名前だよ、うん、ジャージャービンクスです。じゃあ、じゃあ、めっちゃね、この顔のなんか感じにしてくれるんですよね、スター・ウォーズ。似てるんだって。スター・ウォーズも一緒に見てほしい。私、パパの影響を影響で結構ものを好きになることが多いんですけど、はい、そう、めっちゃね、そういう変顔してくれた。今やったの？いや、スラハは別にショールームとかでも見せとるから。そうなんだ、うん、全然。ちょっと残るの嫌だから、うん、だから昨日ショールームでなんか書いちゃった。え、言ってたよ、なんか昨日のパちゃんがそれに近かったかも。いや、それどころじゃないよね。やばい、うん、普段見たら、こうなんか、すごい見たけど、あら、ちょっと出とる。え、まだまだ、これ 2% ぐらいね。いや、スターウォーズ見たことない。めっちゃ面白いから、うん、え、本当にね、あなんだっけ、あれ、剣の名前が出てこない、欲しくなるもん。サマーウォーズはある？あ、似とるけど、名前。よろしくお願いします。鼻血。いつもさ、何回見てもさ、最終的なさやつ分かっとるのにさ、嫌、うん、だよね、あれね、あのウサギちゃんね、モヤモヤするよね。家族仲良くってなる、うん、まあでも大変だよね、大人の世界もいろいろと。ライトセーバー欲しくなる。強い、どんな感じなの？え、だけどライトセーバーで戦うの、みんなが。色が違うの、人によって。へえ。パコだったら緑だね。だ、緑もあるよ。緑って選べる？選べる。ランクがある。え、分からん。分からん。なんかもう持っとる。なんかブーンってつけたらポンってなって、あのダース・ベイダーは赤だった気がする。へえ。でもね、ダース・ベイダーがね、黒色のマスクよく見る。うん。分かる。分かる。あの方は敵なんだけど、でもその方も過去にいろんなことがあったの。うん、ちょっと。あれ？あ、そうか、繋がってたのか。はい、やっぱり私の親御さん座りバレちゃった。はい、親御さん座りがバレました。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとこれが、あ、足に当たりすぎて。はい、私もちょっと親御さん座りだった。これは、片親御さん座り、片方親御さん座り、親御さん座り、はい、すみません。何も見えてないですよね。見えてても、あの、どこからも押さない。あれ見た、ジョーズのこの方は、あ、読み上げてくださいね。分かる人に分かるよね、ジョーズ、うん、ジョーズの山さんチームの方。そう、小山さん座りっていうらしいよ。小山さん座り、私は体育座り、体操座り。小学校からはそうだよ。でも保育園の時とか幼稚園の時に親御さん座りって教えていただいたから、うん、教えていただいた。そう、親御さん座りなの。そうなの。でもこの前それで論争が起きた。何で、そらちゃんにしか聞いたことないよ。誰にめっちゃ言われて、ファンの方に。ああ、え、だけどホテルでね、どっかのホテルでね、こうやって親御さん座りして配信しとったよ。だからそれが見を取って、うん、今日は親御さん座りですって言ったら、何ですか親御さん座りって言われて、うん、え、あの、体育座りとかですって。はい、みんな知るで知るへんみたいな、笑われちゃったの、うん、笑われちまったぜ。はい、お山さん座りって保育園の先生とかに習ったの。習ったのかな。そう、みんなに笑われた。でも確かに体育座りが多いかもしれないけど、お山さん座り、うん、お山を作るって言われたんです、ここでね。うん、そういう時私は言ったことある。1、2、3、
うん、聞いたことある。ないもん、そんなの。失礼します、1、2、3、絶対みんなで声揃えすって言わないけんかった。え、すごいね。小学校？いや、中学校。すごくない？キリーズ、1、2、3。え、絶対1、2、3だよ。1が、もう1がこれみたいに決まった。まず、失礼します、1で手をつく、2で座る、で3でこれ。できる？そんな早く、うん、すごいね。1、2、3。やっちゃった、やばいよね、うん、すごいね。ね、こんなことがあるんだ。なんかなかったな、特にそんな、うん、やーは、やーは言うよ、みんな言うか、うん、関西だけみたいに言われたけどみんな言ってる。九州だけって言われたけどみんな言うんだ。あ、じゃあ西の方だけ、うん、かな。体操体型に開け、やー、やー、ちょっと悪くない、もうちょっと、うん、キー違うよ。え、こうやってって自分の手が、自分の手が相手に当たらん、プラスもうちょっと先に行くように、こうやってこうやって回ってって、もうちょっと向こうね、こうやって向こうってやってて、前と後ろでこうやってウィーンって自分が回って、相手に当たらないようにしてました。やばい、無じゃん。じゃあミオルン、今ミオルンか、ミオルンミオルンですよ、ミオルンか。はい、元気です。え、あるのかな、ミオルン。はい、元気ですって健康観察朝の。はい、お腹痛いですとか言うの。え、言わない人です。マジ小学校からあるよ。ない、ない。あれさ、体調悪くても言いづらくない？言ったらもうね、うん、え、そういう目で見られる。なんで、はい、咳が出ますとか言う。あと名前順で呼ばれるの、毎日。シナノサラハさん、はい、元気ですとか、シナノサラハさん、はい、お腹が痛いですとか。え、ないかも、言うの。ないかも、ない。なんか私毎日緊張しとった。お先やからさ、やばい、くるくる、お先くる、はい、元気です元気じゃなさそうやはい、元気です元気じゃなさそうじゃん。緊張してた。知らへん、初めて聞いたかもしれん。ないや。健康観察はありました。あ、で、あの朝の会が終わった後にそれを持って行ってた、あの保健室に、みんなが、あの保健係か、うん、でもそんな、なんか、はい、みんなは言わへん。かも、だから体調悪い人だけ。でもそれはそれであれやけどね、うん、それはそれであれやけど、こっそり言うか、ね、ほんとじゃん、食べ物だからね違うよ、配信始めるかなと思って朝で食べようと思った。違う、食えたんで、うん、あ、違う、食えた、やばい、配信始まるわと思って置いたじゃん、ポップコーン置いてる私がポップコーンあげたのに、で口に入れたと思ったらね違う、もう配信始まる時間だけ。前髪切った？昨日切りました、実は。でも昨日は湿気ですぐにね、もうドストレートになっちゃったのであれだったんですけど、そう、湿気で。ドストレートって前髪にも使うんや。え、うん、使うよドストレートって言うんや。湿気でもうすぐにまっすぐなっちゃうと思ったから、ちょっと切ったら押さなくなってやばい、でオンになってないし、まっすぐにしたら全然長いのであれなんですけど、ちょっと今日巻いて結んでるかも。そう、結んでるのもあると思います、ね、あると思います。なんかあるよね、これ、うん、賛成、あ、銀じます、天心木村さん、うん、しばらく一緒にいなかったからべったりやなんて。全然しばらく一緒にいなくない、毎日います、毎日一緒に、全然べったりですね。私壁にくっついてる、多分ね、遠近法です、よっかかってるように見えて違います
全然遠近法です。でショールームの画角に収まるようにくっついてます。全然久々じゃないよ。まあ、今日ね可愛いとこありましたよ。今日って何？いつもあってほしいけど。いや違う、そういうことじゃなくて。何でしょうか？え、なんかそのサラピと一緒にいる時は、はい、あのこうなんか3人が横に並んじゃダメじゃん。うん、後ろにいた。ねえ、2人が並んでもダメじゃん。で、うん、ソラハが2人で並んでも1人になっちゃうから、こう斜めみたいな、なんていう、こういう感じで歩いてたんですよ。うん、トントントンみたいな、はい、時にサラピー、ソラハ、パセだったんですけど、はい、右手をチョンチョンみたいなバレないようにチョンチョンってしたら、そう、手繋ごうとしてる。違うよ。え、もう人差し指とかじゃなかったよ。ちゃんと手だったよ。違う、チョンチョンって言って触ってみただけ。え、違う、それが定期的にやりました。そうやって勝手に、あ、そうやって言うんだそうやって私は何をしてないみたいな言うんだ。ああそうやって、あれですよ、こうやって私が違うじゃんって言って喧嘩が始まりますからね。はい、これもう始まりますこれ私のあれに対して適当に返してくるのがもうダメです。私は喧嘩の始まりですよ。いえ、違います。明日朝早いので、もう喧嘩してる場合じゃないので、もう寝させてもらいます。おやすみなさい。全然手つなげたくてやったわけではない。本当に照れ隠しとかでもなく、全然違うの。違います。No。喧嘩始まってる。もうん、してないよ眺めてる時間。そうだよ、初めて見る名前の方がいるなと思って見てるの。見とこ、料理。またハヤシライスを食べたいのです。ねえ、時止まってるよ。え、止まってないよ。見たらコメントいいよね、それは。あのファンレベルとか見よる。ファンレベルなの。初めて初訪問みたいな。カタオナ見とるコメント。無の時間じゃん。ん？なんか心配になる。放送事故じゃないかと。いつも一人でタラタラタラって喋ってるから、なんか心配になる。自分の口大きいなと思って笑ったら口大きいの嫌なんですよね。でかいの嫌だ。はなんか口洗った時に大きいのいいよねって言うけど、でかすぎて困るよね。え、いいよ。私ひらがなすぎてさ、歯医者さんとかでさ、こうやって器具入れる時ここ裂けるもん。え、ソラハもよ。やばい、ほんまに矯正嫌やもん。でも矯正の時裂けた。口大きいって歌うまいって。では一曲お聴きください。どうぞ。歌上手くないもん。上手いよ。上手くないよ。声でかいだけです。私。声でかいのいい。声でかいだけです。うん。無茶振りしてこないでください。こそこそ話してもでかい。何が？あ、パチャンとか言って。相手に聞こえないって思っちゃうからね相
っちゃい聞こえないって思っちゃうから、うん、大きい声にしちゃう。ちっちゃいちっちゃい中でも大きい声にしちゃう。でも大事、声でかいと助けを求められるよ、うん、何かあった時。どういうことどういうこと。助けてって言えるし。あ、自分がってことか、うん、誰かを助けれるのかと思った。この声で助けてるかもしれません。こんばんは。僕ね、やりたい。どうだった？え？音程外しまくるよ。違う、やってみた感想だよ。やってみた感想。でもめっちゃ緊張しとったから、うん、もう覚えてない。もう本当にやりたかったすぎる曲すぎて逆に緊張して覚えてない。でめっちゃ早足になっとった。リハーサルが早足すぎて、うん、あのやばかったから、うん、落ち着いてまだ歌おうと頑張ったけど、でもめっちゃ追ってバラバラやった後から、あの動画マネージャーさんに撮っていただいてたから聞いたらダメ、全然ダメだった。ストイックなのね。いや本当にダメだった。私も前歌った時ああってもう自己嫌悪。ああ、だって奈々さんのところ、しかもそこのポジション奈々さんとみちさんしかやったことないらしい。あ、そうなんだ。あと PR 舞台で誰かがやったのか考えて、6人バージョン、奈々さん、みちさん、スタジオがみちさんやってたのかな。うん、そう。だけどもうそんなんもう無理に決まってますよみたいな。もう超緊張、恥ずかしかった。しかも千穂さんの後だったからもうもう地獄って。千穂さん、千穂さんバカうまいんですもん。当たり前なんですけどね。だってファーストテイクの、あの、うん、ね、一人で歌ってらっしゃって、ね、すごいよね、普通に考えてやばいですよね。しかもそれがさ流れたりするじゃん、お話し会会場とか、うん、CD に入ってるってやばいもん ね。あとあのまあミュージックアプリ、音楽アプリにも入ってるのすごいよね。うん、すごい、ね、すごい。じゃあ違う、ちょっと何を飲んでいますか。おぉ、こいちゃ、こいちゃです。こいちゃサラピリク、あのリスペクトなんで私でかしかも今日は1リットルの方を買いました。いつも500ミリリットルなんですけど。冷えてるね、よく。そう、コンビニで買って、うん、サラピーがね、この前お泊まりの時にね、うん、私が500のやつ持ってね、うん、サラピーリスペクトだから濃い茶買ってきたっしたら、この1リットルの出されて、うん、私はこっちですって言われて、まだまだですって言われたけ。あ、すごい、じゃ追いついてきて。そうそう、お泊まりの時とかはちょっとデカデカの1リットルのやつ買って。じゃ今週末とか。そうだよ、お泊まりの時とかも濃い茶ですか私。いる？大丈夫、今日いっぱい焼肉屋さんでウーロン茶飲んで、ね、ウーロン茶大量、ウーロンティー飲みました。ティー、確かに2リットルとかやっぱ持ち運ぶってなったら多分1リットルが多分ちょうどいいやと。1リットル以上重たそう、うん、新幹線乗る時とかさちょっとさ、うん、悩まん？水足りるかな、うんうんうん、買いに行けないじゃん途中で、ね、悩む結構悩みます。明日オンラインね、楽しみ、よろしくお願いします。朝からよろしくお願いします。プレミアム、すごい、プレミアム、よろしくお願いします。9月、10月、11月、 あとオンライン3回、あと3回のうちの1回が終わりました。やばいよね。
早っ。で12月にリアル大阪ってこと？早っ、めっちゃ早いじゃん。すごい、結構生きていけないそれ。うん、私はもうみんなに怒ってるから。何で怒ってんの？みんなはメンバーの顔見れるのに毎日 SNS とかで空はマジで見れない。分かってる。昨日めっちゃ怒った。それで早く配信始めてくださいっていつも言ってるけど、みんな全然配信、それはやばいよ。んみんなさ、もしうちらが見に行けれん時間に配信しとったらただなんか一人で喋ったら語りたい。うちらが見に行けたらいいけど、出るかもしれないよみんな。うちらより。なるほどね。そう、みんなの顔見れない、声聞けないの辛い。私マジで本当にみんなと遠距離恋愛だからマジで辛い。みんな仮の姿でこうやってキャラクターやってキュルルンって言ってコメント今こうやって打ってくれて。そうだよね。ええー、何通しこんやろこんやろ、ちっちゃい。空を寂しい思い差し上がって、こんやろ。自撮りもじゃない、みんな自撮り乗せてくれて。自撮り来てもちょっとあれかもだけど。え、可愛いじゃん。嬉しいんだけど。おはよう。心配になるじゃん、やっぱ SNS って危ないから。うん、いろんな人に。確かにそう思う。防犯上ね、よくない。遠距離ダメですよ。超寂しいもん。だってさ、一緒じゃなくて遠距離恋愛もさ、知らぬ間にさ、その地元でさ違う人作られとったらさ、わからんみたいになるやん、うん、だけどさ、空たちもさ遠距離恋愛やからさ、知らないところでさ、最近さそういうドラマとか見すぎとるからさ。もう想像力だけたくましい。もうなんか本当に恋愛漫画だけじゃなくて、もう最近はなんかドロドロドラマ見始めたから。え、でもあれはもう終わってるやつなの。あれキリキリ、そうキリキリパズにしか言ってない、うん、違うよ。他のやつも今までいろいろさ、人間関係系のドラマとか見てるからさ、そういう、うん、確かに、うん、見たいな、またなんか見たいよ。秋ドラマ見たらいいじゃん。夏ドラマ見なかったもんね、うん、見たらよかった。悔しい。あ、昼ドラおすすめだった。え、なんかそう、昼ドラ、うん、昼ドラ昔あったよね、昼ドラ。でも、うん、昼ドラもいろいろあって、なんかね、平和系のやつだって、平和っていう、なんかもうのほのぼのほのぼの系のなんかさ、あったくない畑の話みたいな。ロエ、遠距離嫌だ。みんなが知らないところで知らん人作っとったらもうそんなん終わりやん。みんなのことですよ。私結構他のグループにおしめを作ってる、あなたのことです。私結構みんなのことマジで好きやね。だけどめっちゃね、一人一人ダメージ食らうけん私。わかるよ。いや、スラハさんめっちゃ好きよな、絶対ファンの人のこと。え、うん、なんかメンバーみんな好きよ、スラファンの方のこと。あのですね、こうやって言うからみんな浮気しおるんや、そちらのファンの人。どういうこと？サラハに内緒でとか言ってくるもん。え？は？は？何言ってんの？何言ってんの？サラハに内緒で。えっと何言ってらっしゃる？言って他言ってるの。最悪、誰？言ってみんよ。名前言ってみ。A さん、B さん、C さん。おらへんおらへん、その A さんとか B さんとかおらへん。ちょっと待って、言ってみ。ちょっと待って。守秘義務。許さへんで、そんなもん、ほんまに。え、じゃあさ、ソラハがさ、あのめっちゃ言うやん、何々さんと何々さんと何々さんと、もう今日はいろんな方に来てくださって、もう来てくださった方とかもめっちゃ会ったことない方の名前、今日は誰々さん来て、誰と思って、どの方だろう、顔わかんないからさ。嬉しいこととか言われたらすごい言ってしまうの、嬉しくてすぐなんか言っちゃう。どの方ってなります。そうなるけど、言っちゃうのも、今日聞いてほしくて、う
言ってる。ほんまに好きなんやって、ほんまにマジで。伝わってないかもやけど。禁止されたらしたくなる。ダメだよ。ダメだよ。ね。いいけどね別に。あそこまでの女だったのかってなる。結構大変なんですね。ちょっと一言で。明日は我が身。やばいよ。大丈夫かな。一言かな。そう重いからそれは。一番分かってるでしょ。うん。激おも。激おもなんだから。愛の重さ選抜センター。マジで。もう重い。自分でも引くもん。怖くて。メール読んでるだけで伝わりましたって。なぜ？あなたじゃない。私？うん。愛の方が重いの？うん。嘘。なんで全然重さないよ。何も出してない重さ。メールに？うん。そうなの？うん。じゃあどこから出してるっていうの？小論文。うん。とか一対一の時に言ったりとかする。あ行かないでって。うん。空以外のとこ行かないでっていうの？いやわかん。そんなこと多分言ってない。そんなこと嫌だ。嫌だっていう。でほんまにダダこねとるお話か。やばい。赤ん坊だね。嫌だ。なんで行くなとか言う。無理。それが聞きたくて来るんじゃん。最悪。空はもうママにチクるじゃん。なんでそんなことしたら。空はすぐ家族に言うから。みんなに紹介、ま、あのみんなのこと紹介してるから。やばい。あの生誕、ね、生誕のあの手紙、あ手紙じゃないの写真、うん、セレモニーのセレあの写真あるやん、うん、あれで顔写ってる方が、あこの方は〇〇さんでっつって、あ紹介しとる、いや、うん、よかったですみんな、でもこの方言ったよこの前ショールで、ご実家に挨拶行くときこの方はちょっと最近 DD ですとか言ってるえって言われて、そうなのって SNS 言ってたら全然大丈夫ですと思ってたのに、 SNS 見てるのやばい、お母さん見てるハッシュタグそら通信とかね検索してくれてる、この前ね教えたらあの LINE スタンプってなんかみたいな書いてきたそれじゃあじゃあじゃあそれじゃあじゃあ何ちゃうか ビンクスみたいなやつ、うん、わすごいわ家族総出で DD を探している、うわ一番のファンだからねママとパパが、みんな逮捕かも、おとなしく連行されましょう、ソロパセ、ソロパセ需要を増やしていかない、仲良くしないといけない、どういうことどういうこと、喧嘩をほどほどにしないと、え最近してないよね、ね、でこういう後に4月だからえ、そうか、そうかな、喧嘩したくてしてるわけじゃないから私、そうね、だってそうだよ、いや怖いですから本当に、私は昔までパンポに出会うまでは、うん、世界で一番怖い人はもうシナのパパだと思ってたの、私のパパだと思って本当に怖いからねマジで怖いの本当に本当に怖いんだけど、今はねその妹が、まあ、生まれたりとか、あの、うん、なんかやっぱ年齢重ねること優しくなっていってるのね、う
だくだけど怖かったの、パパが一番怖かったのね。でもバス初めは全然怖い怖いと思ってなかったんだけど、マジで怖いの。誤解なのかな、そうそう怖いっていうのなんかそのなんていうの、喧嘩した時に、うん、ちゃんと爪爪ないよ。だってこの話何回もしてるもうそれがこうなの、壁に向かって、しかも私何とかなのって聞いても5分ぐらい返事返ってこないんですよ。そうだから返事してとか目の前にいるけどね、返事してとか言ってたら怖いって言って、こうやってみんなに言いふらしてくるんです。え、本当に怖いもん。なんその目線リアルだからやめ、え、全然リアルだよ。それなどうやって伝えたら、そう喧嘩してる時にね、感じうわーってなっとるやん、でそれで思ったことパッて言ったらまたそれで喧嘩になっちゃうかもしれないから、はい、これどう言ったら、質問をたまに忘れるの、私が質問して5分後に帰ってくるから、そうなんて答えようと思ってたらその根本の質問を忘れて、なんて言ったっけとか喧嘩中に質問なんだっけみたいな言ってきて、そうか、うん、そう、それで怖いって言って、うん、怖い、怖くないでしょう、なあみんな、きゃっ、怖くないよ、ほら怖いのって聞いてきたじゃん、うん怖いうん怖い、怖くないよ、ソラハが怒りそうって思われるんやけどね、うん、いや怒るよ、うん、めっちゃ怒れる、あのなんだろう、なんだろうね、なんだっけ、でもパックに私怒ったことないが、そう、間違ったことしてなくない、うん、パックにはそんなに怒らん、ゴミ捨ててとかいや本当にそれはそう、そう私のお家にいる時とかに、でしかも私ゴミ箱っていうゴミ箱を作らないんですよ、毎日その出すから、うん、ゴミ箱に袋入れてってしてたらあれだから、もうナイロン袋を置いてるんですよ、うん、でもそれを多分見当たらなくなったらそのままにしてることとかが多いんですよね、うん、怒られる、そうだからゴミ箱捨ててとか、うん、あとそのジャイアントコーンとかのカスが落ちてる時があるのあれでもチョコモナカジャンボか、うん、チョコモナカジャンボのモナカがそのパリパリしてるから落ちちゃったりするんですよ、でなんか、え待って、なんか床の色じゃないやつがあるって思って、コロコロしてとかって言ったりするけど、そんな別にない、ない、アイスが原因ですね、やっぱコロコロをしてと言って、コロコロをコロコロします、コロコロするように、でもそのぐらいでない、うん、本当に私も怒ったりとかして、いい子にしてるから猫かぶってる、そういうのは、え、かぶってない、かぶってない、これなんかかぶってたらやばいですよ、普段どうなったやろと思う、前歯も出してるよ、前歯も歯茎も出してるし全部出してるのに、これなんかかぶったらどんだけ出るの、なんかしてよ、面白いこと、面白いことしてそれは本当に元気になるけど、え、どう、待って、ね、でほんま、え、でもそれは可愛い、それは可愛いよ、それも可愛い、え、ちょっともうレパートリーがないよ、いっぱいし、え、それもやばい、それいっぱいしすぎてないよ、やめて、反転してで、本当にやばいよ、本当にもうこの潜るやつもさ、やりすぎて飽きたかと思うし、かわいい、おもろい、ほんまに、なんかその何もないよって 一番おもろかったかね、最悪すごい、確かにね、何だったらいけるんだろうね、でもおもろかったよ、さっきの何もないよの時が一番おもろかったむずいもん、いやほんまに面白い、クソラできないもん、そんなこと、でもちょっと面白み減った、なんかだんだんレパートリーが減ってさ、もっと初回はもっと笑ってくれたと思う、うん、え、だから蓋した時がおもろくない、うちら寝る前が一番おもろくない、うん、ほんまに、まあ、慣れてるのはありますからね、だんだん笑わなくなってきたらちょっと悲しいなと思います、面白いです、とてもずっと、うん
課題評価課題評価課題評価されすぎて何も一個も自分面白くないのにこんな褒めてくれるから、いや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 、その実力を見せてもらいましょうとか言ってリネとかと戦わせられたらもう私はもう敗北だし、もう何も思わないもん。いや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 、おもろいです、めっちゃおもろい、ほんまにおもろいんですよ。なんかこの具体的な面白さ、なんていうんだろう、こう突発的な面白さ、うん、めっちゃおもろい。なんかね、あれ素早く動くのが全部面白いらしい。沖さんとか沖さんいつも言ってるよね、沖さんとなんか誰なんか言うじゃん、いつも誰と誰が、うん、マイキューさん、いやマイちゃんは全然なんかそのふってなんか急に動いたりするのがツボらしい。そう、なんか優香ちゃんとか、うん、そのさ文化系っていう感じやんか、うん、だからそんなめその妹スのね、なんか体力テストの時も、うん、なんかいつもボール蹴るだけなのに大変なことになったりとかしたりとかするのね、うん、でそういう人がめっちゃね全力ダッシュで走ったら、うん、びっくりして、うん、面白くなっちゃう。そうなん、そうなんかプンとか、うん、最初もうえってなっちゃう。うん、いやパセもそういうイメージがない。あだから面白くなっちゃう。じゃあ得だな、私はそういうことするイメージがないからってことでさ、うん、でも今もあるんだけど、うん、もうすごいよ、ナンバーワン決定戦おもろい1位って感じなんだけど、うん、面白さでもやっぱりまだちょっと何でも面白いよ、面白いよ。今日もやばかった、焼肉屋さんで出そうでやばかった。さなんかその焼肉屋さん食べ放題なんで、もう定期的にポン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 私たち頼むんですよ、うん、ってなったらやっぱ店員さんも早く出さないとってことで多分慌てちゃってたのかな、うん、今までは塩タンがめっちゃ綺麗に並んでたのに、うん、塩タンがなんかあちらこちらみたいな、こう並んでたわけじゃなくてこうなんかこういう感じになってたんですよね。でそれでやばい塩タンが暴れとるとか言ったら急になんかそのモノマネ、そう塩タンのモノマネをなんかもう暴れ出しちゃって、うん、暴れ出してもない、ね、あなんか暴れ出しそうになったって自分で気づいて、うん、すぐ自制してたんだけど危なかった。ねっ空火にバレるところやったよね、うん、このなんかやばいところがめっちゃおもろかった。なんかそういうのがあるんですよ、うん、あと何でも言葉にする、もうやめて。例え話とかでしょ。え、そう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 。なんてどんなことなんだろうね。うん。なんかむずいよね。むずいけど私がもうそれ言葉にせんでいいって言ってるのに、ごめんとかね。そうそうごめんって言ってまた何分後かに言葉にする。なんか難しいんだけど説明がめちゃくちゃおもろいです。本当に一番面白いと思って。嬉しい、光栄です。逆にそのパセが面白いっていうことに対して笑えないんだよね。パセが強すぎて、だけど多分自分と同じ人がいたらめっちゃおもろくて笑ってもらうと思う、自分を見てないから、うん、あれなんよね、自分見たらもう他は笑えなくなると思う。パセもマジでナンバーワンやけナンバーワン決定戦、うん、だからパセの行動とか言動を見よるから、うん、他のじゃ笑えなくなっちゃう。じゃあ笑顔にするね、いっぱいこれからしてもうよろしく、めちゃくちゃに面白い、本当に面白い、新しい初めての感じです。すごいね、そんな褒めてもらえるんや、うん、昨日もねデートークでもうね、うん、こんな褒められるかってぐらい褒められたけど今日もこんな褒められて、うん、もうとっても嬉しい、うん、明日もいっぱいお話し会で褒めてもらっちゃおう。いいね、うん、面白い、褒められて伸びてこ、それは笑顔、笑顔で、うん、笑顔大事。似合い。カチ？うん。でもこれ見せて卵焼きってわかるからね。ね、わかるかな？なんでしょうって聞いてみてよ。なんでしょう。バラン。いいじゃん、眉毛みたいで、ね、上すぎやろそりゃ上すぎ。これ眉毛だったら、あ、兼用知ってる方はわかるか、眉毛、うん、なんかたくあんみたいな眉毛の子がいるのね、うん、見たことあるかも。あ、ほんと、うん、アニメ見たことないけど、キャラクター麦ちゃん、
キーボードの子なんだけどね、うん、あの髪色がちょっと金髪っていう感じなんだけど、その子の眉毛がめっちゃたくあんの形なのね、うん、でねたくあんの形じゃない、え、こういう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 やつ、こういう、ああ肺炎みたいな、そうそうみたいな感じで、うん、私の眉毛はたくあんでできてるのみたいな、どうぞみたいなっていうのが、うん、その漫画のなんか番外編じゃないけど、うん、裏表紙っていうかなんていうの一コマみたいなとか書いてたりするのね。へえ、ほんまに慶應も見てほしい。わかった。慶應もパパの影響なんだけど、うん、慶應マジで可愛い。あといい曲なの。なんかいつも歌ってる。歌ってるよね。天使に触れたよがマジで。空が、空が卒業するとき歌うね。あれは卒業生の4人が残っちゃう一人の後輩に向けての曲なんだけど。じゃあ私歌ってくれるの？うん、歌う。わかった。めっちゃイケン天使に触れたよ。わかったよ。うわ、見たくなってきた。歌ってよね。眉毛。空の眉毛は、こっちに傷があるからもう生えてこないんですよ。私も入ってこない、傷はないけど、ちっちゃい頃にテレビ台でぶつけたらしい、全然知らんないけど、ね、痛いよ、知らん時やけん、あれやけど記憶にない、うん、記憶に納得ない。眉毛、これなんかのペンライトカラーだったら、なんかちゃんだ、あーあら、あそこにいらっしゃる変な人だと思われちゃう。獣の巣じゃ知ってる？それハマってた、いつ小学生ぐらいの時、獣の巣じゃエリンかな、ソウじゃこれか、うん、に一時期ハマってた。見たことある？え、イラストってか、なんでこの NHK でやってたんや。絵が見たことある、これは。え、見たことある？なんか道徳の時間で見た気がする。あ、マジ？え、でも道徳系かもしれない。え、なんか見たことある気がする。え、どけなのかな、え、違うかな、なんかな、生活かなんかで見たことある気がする。これを見てた。え、なんか見たことある。結構つらい。つらいよ。あ、いろんなパターンがあるの。アニメもあるし、漫画、いろ、絵本見たことあります。あります。がんこちゃん、どんどんずずんどん、がんこちゃん、ストレッチマン体操、うん、伸びる伸びる、ストップ、何だそれ、やばいビビったな、やばいやばい。熱い、熱いの、熱い、これじゃない、え、そうなんだよ、さっきもね、見てください、今日も安心してください、袖はありますが中は袖ないので。そうなんです、これさすがにこれ脱ぎで出歩いたらやばいと思って、出歩かなくて、うん、キャミワンピです。これに麦わら帽子とか絶対良くない？うん、可愛い。ちなみにですか、これは本当は、ちなみにですがやばい、あ、やばい、もう手だ本当はここにもう一個この紐がもう一個下にあったんですけど、はい、ちぎれました、なんかわからない、どうしてですか、わからないんですけど、くくろうとしたらちぎれて、うん、反対側にあの三つ目が、三つ目っていうかリボンができちゃって、うん、そう、ちぎれちゃいました。だからもしかしたらこれもちぎれちゃうかも、私の握力のせいで。握力やばいです。やばいよね。ほら、穴開いてるんです、ここ。ほら、紐がきちぎれちゃって穴開きました。穴、悲しい、穴、穴、かわいい、これね、可愛いよね、水色でとっても可愛い、合わせていいですね。いいです、これはお花の花びらです。はい、ネックレスつけたい、ネックレス、確かにね、大きめのネックレスありそう、ちっちゃくてもあるけど、確かに夏ってなんか大きめネックレスって感じするね。で、シルバーでね、うん、冬はどんなコーデにしよっかな、ね、アウターどうしよう。去年は白いダウンジャケット着てチョコレートで汚しまくってしまった。私はファンデーションで汚しまくって、クリーニング出したんですけど、はい、また汚しちゃって、はい、プラスポケットをなんかいつの間にか破壊しちゃってて、うん、ポケットに、お茶とかを入れすぎてて、いつの間にかポケットの布縫い目が破れちゃってて、ポケットが外れてて、
さよならしました、はい、お世話になりました。クリーニング出したんですけどね、ダメでした、ダメでした、ダメでした。そう、今日の洋服はあのお休みコーデなんですよね。このワンピースもお休み、上のやつも半額になってた。かわいい、お安いコーデです。何？今日はなんかしっとりな、しっとりな配信です。そんなことないよ。嘘、うちらギャーギャー笑っとったって。嘘、ほんまや。すごく落ち着いた配信だと思ってた。嘘、うん、結構ギャーギャー。私こんなショールームでさ、無言の時間とかがあることがないけど、ちょっとさ、うん、今日落ち着いてまったりな配信だわと思ってたよ。え、違った？ギャーギャーしとるよ。眠いやろ絶対に。バレた、うん、私昨日がもうダメだった。じゃあお肉いっぱい食べてしまった。うん、私も昨日どっか見とったのか、何喋ったか覚えてないで、気づいたらベッドに寝とった、うん、で起きて2時だった。やばすぎびっくりした。やば、よかったね、うん、起きれて、うん、朝起きた時で絶望じゃないんだって、うん、やばい。マジで昨日帰ってきてから長めに配信したいなって思っとったけど、うん、もうなんか無理だった？ダメで、うん、ダメだった。そう、30分ぐらい夜して、うん、ちょっと眠たいんでって言って、うん、配信終わった後からの記憶がなくて、うん、ああ恐ろしいわ。で気づいたらベッドで寝てて、起きたら夜やばかったの、うん、風とか窓やばかった、ガガガガガガガ、ね、そうで起きたら、うん、ゴランゴランみたいな感じで、えっ、って思って、うん、昨日日付回る前ぐらいやばかったからナイトクルージング被らなくてよかったと思った。え、そうなんよね、うん、そうなの、ね、2時間、3時間ぐらいさ時間違ったらもう大変だった、うん、無事に終わってよかったって思ったよ。びっくりした、うん、皆さんもお気をつけてお過ごしください、うん、風すっごい、雨風今対応しないかちょっと怖い。今あるよ薬、私もある。なんか食べ過ぎたある時のやつみたいな。この前どっかで買った胃薬、ユニバーサル。あー買ってたね、ユニバー行きたん。ユニバー、ユニバー、いつも怖い。何が？あ、それ大阪ラーバー聞いたことないよな。いつもコラボだよね。ってなるから。いつもコラボの。目つぶっとるからさ。曲で覚えとる。曲で。やばい、もうすぐ落ちる。落ちた瞬間目開ける。え、絶対コラボの聞いた方がいいよ。そう。マジ楽しいから。え、コナンのやつはあるよ。え、コナンのやつもあるし、鬼滅もあるし、うん、多分鬼滅聞いてないでしょ。聞いてないかも。でしょ。うん。え、鬼滅も。え。うん、何パターンがあったはずだよ、うちらのいた間に。コナン2パターンやった。だから1回目パターンのが好きだった、うん、右だでも全部教えてくれるやつ。あああった、ね、全部教えてくれ。うわ、うん、来月ユニバ行くのいいな。ソラハも年パス買ったからいつでも行けちゃいます。更新しちゃった。私は10月まで3回更新しちゃった。やばいよね、さすがに大好きすぎ。ユニバならお任せよ。今回はアドのコラボでした。あの。ゾンビが踊ってるやつだ。そう、ゾンビは無理ですけど。ゾンビ怖かったの。うん、去年のが怖かった。なんかね、なんか嘘みたいなゾンビだったよね。なんか。うん、あとなんかヒーローがおったよね。うん、今回。なんかかっけえヒーロー。白い。白と青の、うん、え、瀬戸内みたいな。うん、そう。人がいました。守るみたいな。そう、銃持ってなんか近寄っちゃダメです、近寄ったらウイルスにさっきなんか、うん、呪われます、呪われますみたいな言ってる人がいて、呪われるで済むんやと思った、ね、だから去年はおらんかった。去年はチェーンソーを持っとる人で、でもね、うん、多分場所によって違うと思うけど、うん、エリアでね、うん、ハミクも見たことない。え、ねまだ見てないよね。いいよ、エニバ
で私夢の国行きたい。行ったことないでしょ。行ったことない、マッチでないの。みんなにびっくりされる、絶対に嘘って言われるけど。でも私も、ね、絶対に本当なんです。行ったことあるけど家族としかないっけ、うん、そういういろいろ回ったりとかはない。うん、1個しか乗り物乗ったことないレベル。だからなんかさ、全部分かってる人すごくない、うん、この時間はここが空いてるとかさ、うん、パレードはこうやって撮るとかさ、分かんない。マジで夢の国行きたい、行ってみたい。空もなんかあのあんとか食べて、リトルリーメンのマンみたいな、みゃん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 。あとチュロス食べたい。うん、浮き輪マンとかねえ、ハーキーレッグみたいな。やばいよね、もうやばいやばい。5泊6日ぐらいで行きたい。やば、 2日ずつ、あ、3日ずつで、うん、あの海の方と城の方行きたい海の方と城の方と水、おー行きたい。なんか制服、うん、夢の国みたいなやつ夢の国、ね、憧れないよね。ルーズソックスとか履いて行きたい。楽しそう。えらい楽しそうじゃない。あとなんかさ、こう棒にさ、なんか風船ついてるやつ持ったりとか、風船持ったりとかして、うん、なんか行きたい。なんか JK みたいなことしたいんですよすっごい憧れ。カチューシャとか、うん、私何でもかんでも憧れちゃうんですよね。うん、いいじゃん。そう、なんかみんなでオールとか憧れるかっこよくない、なんかみんなでオール朝マック行く、そしてみたいな、めっちゃかっこよくない、うん、かっこよくない。みんなで夜誰かんち集まって、なんかしゃべったりゲームしたり映画見たり、ポップコーン食べて、 お菓子食べてみたいなとかした後に、うん、もう朝マックの時間じゃ、朝マック行こうよって言って朝マック行って、うん、めっちゃかっこよくない。でいや帰ってきて寝て起きてみたいな、うん、かっこよくない。そうかな。めっちゃすごい、めっちゃ早起きの方が憧れるよ私は。9時に寝て5時に起きる人とか、なんかかっこよくない、うん、やっぱそれはかっこいいけど、できるやんうちらも。でもさ、うん、オールってでき、なかなかできなくない。こうオールして朝マック行こうってならんくない、うん、でもさ、くない9時に寝て5時に起きても朝マック行けるよ。それじゃダメだ。それじゃダメなんよ。朝マックだ、みんなでこう夜を共にして、なんか、うん、イエーイみたいな映画見たりとか、なんかしてみたい。疲れちゃうよ。それはなんか仲いい人とかだったら疲れんよ。まあそうね、うん。めっちゃかっこよくない。それはめっちゃ憧れないけど、そういうやつしたことがなくて、うん、やってみたい。経験としてやってみたい。マジでやりたい。なんかさ、よくあるじゃん、なんか、うん、カラオケ朝までぶっ通しみたいな、うん、なんかこの前うなちゃんのブログ見た。え、見てない。書いてたよ。嘘やん、うん、マジ、うん、やっとったんそれ、うん、マジかっけやってた。え、すごいけど、ゆうなは寝ちゃいましたみたいな書いてた。え、すごい。なんかだけど、空は12時以降にその外に出るっていうのがないから、うん、もう絶対10時までにお家帰っとかないと怖い人だから、うん、無理なの。だからやったことがないけど、それ朝まで。でも夜行バスそんなんじゃない、違う。夜行バスはもうさ、 10時11時ぐらいにはさ、消灯で寝る、消灯で寝るじゃん、うん、だけね、意味違うんよ。だけなんかそういうのやってみたい。え、マジで憧れ。オールしたことはあるけど、5時に配信してまた寝る、そっから寝ます。え、そう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 、だから本当のオールじゃない、ない。勝手にオールになってたみたいな、うん、なんかよしオールしよう、イエーイとかじゃない、はい、やってみたい。なんかほんまに喧嘩して、喧嘩しての会議これとか悪かったですごめんなさいとかしたら、いつの間にか朝だって、やばい、もう朝だから、もう4時だわ、もう1時間起きて朝配信しようみたいな感じで、うん、とかあるけど、その後すぐ寝るから。えだけやってみたい、すごい憧れなの。憧れないよ、めっちゃ憧れない。叶えてあげたくなっちゃう、そんな、なんか言われたら。それでさ、ソラはそのなんて言うんだろう、打ち上げっていう打ち上げもやったことがないから、うん、かっこいいんだよね。ファンの方が今日は忘年会行ってきました、うん、でそれで何次会まで行ってきましたみたいな、え、何次会って何って思って、だってやっぱ違うわ。なんか MBTI で人を判断するのは違うかもやけど、やっぱ違うんかもしれん私はあの ST 入る前の就職とかもそういう飲み会とかがないとこ選んで入ったもん。え、違う違う、その飲み会がやりたいんじゃなくて、うん、その飲み会って、その私何次会何次会っていうのが、うん、そのなんか審査みたいな、うちらさ一次審査二次審査みたいな、うん、だけどそういう感じでなんか選ばれていく人なんかたまっとったら、うん、その元気な人たちがどんどん残っていって、選ばれし、そう、それもやっぱ選ばれしちゃったけど、え、めっちゃすげえかっこいい
と思って、やったことがないから、うん、経験したことがないから、うん、中学生の時に入って何も経験はしてないから憧れないよ、すごいほんまにめっちゃすごいなって、もう世の中にいろんな人あると思って、あるあるいるやなと思って、すごいと思ってめっちゃ憧れ、うん、憧れちゃダメ、あ、よくない憧れ、うん、マジ、じゃあ憧れ止めとこ、うん、マジで本当にすごくない、え、めっちゃかわいい、初めてこういう人と出会った、え、どういうこと、なんかアホアホ、いや、そういう見方したら人生楽しくない人だから、私もさ、うん、今後の人生でさ、うん、あったらもう、え、そう、審査に選ばれたんだと思えばいいよ、違う、選ばれたと思う、選ばれたんだ、うん、選ばれし者だよ、分かった、その何次会までならないの、本当にマジでね、憧れないよ、え、そのさ、そのなんて言うんだろう、あんまり良くないかもしれないけど、うん、お酒とかもほんまに飲まないんですよ ね、うちらマジで飲まなくてね、本当に飲まない、ビビると思うけど、マジで親戚とかにも聞かれるの、うん、え、お酒飲まんのって言ったけど、飲まない、本当に飲まないんですよ、真っ赤になるし良くないから、うん、だからこう夜にそのなんかバーみたいな、うん、え、すげえ、言い方やめて、え、バーみたいな、なんか夜の、うん、バーみたいな、うん、マジで行ったことないの、いドラマの世界でしか見たことがないから存在しないと思って、そうだけあるのかめっちゃ不安、うん、なんか、ね、カウンター何なりお願いしますみたいな、え、すげえみたいな、もう私もうドラマとか漫画とか、分からんから、もうそういう世界やからなんかかっけーってなる、行ったことないからすげえよね、バーいつものでとか、一本満足みたいな、え、何一本満足バーの CM、あ、そういうことバーン、なんかいつものでとか言ってみたいもん、かっこよくない、すごいよね、なんかもう憧れがいっぱいある、そういうのに、うん、何接してきてない人だから、うん、え、分かる、私もなんかすごいなって思う、ね、もうドラマの世界って感じで、でもそういうところで恋愛に発展するんですよ、恋愛って大体そうなんですよ、やばい、うん、始まったまた恋愛はね、すぐ恋愛ドラマ、だいたいお仕事の疲れで、うん、なんかそういうバーとかで飲んでて、え、みたいな、いっぱい話聞いてもらって心許して、で、いつの間にか始まった、そう、みたいな、あれですね、ソロハガキ上です、始まったじゃないですよ、ありますから、あの漫画とかで本当によくありますからね、もうとてもいいですよ、いいですよ、本当にあのそんなおしゃれじゃないらしい飲み会、あ、そうなんだ、うん、え、嘘してないの、もっとあれなんじゃない、割り勘に厳しいんじゃない、あ、ちゃんと誰々さんちゃんと払ってください、え、誰々さんちょっと多かったですよね、ということでちょっとあるかな、いっぱい食べてますよね、いっぱい食べてましたよね、みたいな、でけん食べ放題がいいんじゃない、うん、食べ放題が、めっちゃ憧れないよそういうの、全てなんか憧れ、そうなんや、うん、なんか私はもう別の世界のものと思ってる、あ、別の世界すぎて憧れでも一生ないんだろうなみたいな、うん、あ、何が憧れ、なんかドラマとかさそういうのであるじゃない、うん、役として、あ、なるほどね、うん、あとなんだろうな、あの憧れ、私何に憧れてるやろ、前髪薄い人、違うわ違う、それじゃない、そういうのじゃなくて、なんかそういうやこと知らんよ、何に憧れてるの、してみたいことがいっぱいあるんですよ、うん、してみたいんや、え、なんかそれこそ、うん、あの TikTok を見てたら、その1日 Vlog みたいな撮ってる方いるんですよ、それ昨日私話したし、嘘や、マジ、え、でも多分違うと思う、嘘、あれでしょ、散財みたいなやつでしょ、あ、違う、あのなんかサウナとかに行く人、あ、でもそれそんな感じやけど、なんかそういうの Vlog とか見よったら、なんかあのちょっとカップル Vlog とかが多いんですよね、うん、なんかおしゃれなディナーに行ったりとか、うん、そうさ、さっきからさ、バーとかさ、ディナーとかさ、え、だってディナーはあんまカタカナじゃないやん、英語が多いじゃん、うん、だけどちゃんとちゃんと、はい、ディナー発音してる時ディナーとかあったりとかして、うん、本当にすごい、そういうのマジでないから、うん、すごいなってなる、あとなんか海に行ってさ、うん、あのなんかするみたいな、なんかって何してる、え、なんかおしゃれ、なんかね、トンネル掘る、なんでねやっとなんか、え、私そういうのね、やっとね、あのさ、私やりたいのはさ、
穴に塩振りかけてさ、あ出てきたやつ捕まえたりとか、うん、潮干狩りとかしたり。ああやってみたい。なんか一回やったことある気がする、パパとお兄ちゃんと。そういうのが私海でやりたいこと。そういうこと、うん、え、それはだけどそのカップルの人らがやってるのは、うん、板をまず用意するんですよね。板で自分の手にボンドをつけるんですよ、うん、でお互いが左手とか右手とかポンポンって板にボンドをつける。で砂浜の砂をサラサラサラってかけて落としたらその手形の砂があるとか、なんかそういうなんかやってみたい。なんかそういう作る系やってみたい。どのやろな、ね、この差やばい。やばい、うん、違う、私が多分幼稚なんだと思う。え、あとなんかあの空のね、うちらのダンスの先生のなんか SNS を見たら、なんかお互いの絵の具をここに塗って、そう T シャツ、例えばこうやって真っ白の T シャツを着ます。で空がピンク色のペンキをここに塗ります。だから後ろからこうやってギュッてして手形の T シャツを作るみたいな、なんかそういうのも作ってみたい。作ってみたい。思い出を私形に残したすぎる人やから。だから例えば旅行行ったらなんかあのなんちゃら体験とかしてめっちゃしてみたい、うん、形に残して思い出を、なんかそういうのしたい。でもパセは全然そんなじゃないんですよ、うん、私は潮干狩りとかしたい。私が一緒にペアリング作ろうよって言っても嫌だって言われる。嫌だって言ったの？え、なんかえみたいな、えみたいな言われる。しないもんだった。私確かにね、アクセサリー確かにしないけど、ネックレスぐらい、イヤリングたまに。やってみたい、やってみたいことがいっぱいある。憧れです、とても。だから生誕 T 手形だったのか、やばい。あんなこんな真っ赤っかな手形。そうですよ、20歳の手形を残してきた。どうしても実物の手の大きさですから。あれじゃあこうやって合わせたら分かるんだ。そう、分かる。だから私結構手でかいんだよね。だからでもあれ、これ縮小されてないの？あのまま？うん、そうなんだと思う。比べてみれない、ま、実物にしてくださいって言った。そうなの？指紋とかはなんか難か、うん、ダメだけどって言われて、うん、手の大きさはみんなと比べれるようにしたいからそのままにしてくださいって言った。私何回もやり直したもん、あれね。覚えてるよ、本当に。いっぱいなんか習字の道具並べてたね。手形のサイズは一緒な気がする。全部一緒にしてくださいって言ってくる。そうなんだ、どうなんだ。思い出を残したいです、形にちゃんと。私はさ、なんか貝殻とか拾ったりして。え、どうしたい、したい。だからそれもさ、拾ってさ何か作ったりとか。潮干狩りは？え、潮干狩りもいいじゃん。え、いい、うん、砂持って帰ろうよ、いいのかなとか。ダメじゃない、いいのかな。 OK、沖縄に行って、あの沖縄の砂って、橋の砂ってあるけん、あれ買って帰るみたいな。よくない、海。私が叶えれるやつ叶えるよ。できるか分かんないけど、叶えれるのがあるか分かんないけど、なんだろう、アイスいっぱい食べたい。え、それいつもしてるよ。叶えるとかなの？え、ま、え、エブリデイじゃないそれ。寿命が来るまでアイスにとか、そういうさ、アイスにかけるお金を惜しまずに生きていける生活をみたいな。いいよ、じゃあお金がなくなったらソラハに頼りな。アイスあげる。アイスだけ。アイスあげるね。アイスくれるか。うん、アイスあげる。他はなんだろう、なんかしたいことみたいな。したいこと、京都行ってみたいな、うん、行こうよって。私はね、科捜研の女のロケ地巡りがしたくて、うんうん、そっちも科捜研の女、今シーズン10なんとか結構あるんだけど、全部見てもらうってことは可能かな。どういうこと？ここ何十年ぐらい、十何年とかシリーズが続いてんだけどさ、聖地巡礼。聖地巡礼で写真撮ったり。あ、本当、うん、写真撮ったり、写真撮ったり。写真撮ったりよ。その見るのは時間がかかっちゃうから、うん、あのもうおばあちゃんとかになってもいいんやったらいいよ、全然。シーズン中見るよ、多分それまでの間に多分もっと増えてるね、うん、きっとどんどん増えていくと思うけど。そう、なんかある？いや、だけど言ったやつ、そういうやつがやりたい。
分かった。なんか思い出を形に残す系がやりたい。分かった。でもずっとやってる私。朝マックね。朝マックもしたい。でもこれはでもずっと言ってるけど、オールとかじゃなくて頑張って早起きして、うちらは早起きしてベーグル屋に行こうっていう話もしてる、うん、してるし、いっぱいいろいろしてるんですけど、うん、あ、鴨川行きたい。鴨川、鴨川、うん、鴨川に行きたい。鴨川、鴨川を歩く。天の橋だって。あ、覚えてる。落語のね。うん、天の橋だって。落語で出てきたやつ。うん。小猫ちゃん。いろいろ行き、え、そう、シーワールド思い出したけど、あの、スマ行こうね。マジで行こうね。四国水族館も行くの。うん。なんかそのスマシーワールドに家族で行ったんですよ。そのできてすぐぐらい、できてすぐっていうか、まあ、ぐらいに行ったんですけど、もうね、すごかったんですよ。すごいね、絶対に一緒に行こうねって言ったもんね、うん、悔しいみたいな悔しいから絶対に一緒に行こうって言って、私はあ、水族館一緒に行きたいの。私ずっと行ってるくない。え、水族館すっごい大好きなんですよ。水族館行ったことあるかな。ないよね。宮島もないよね。な、2人ではない。一緒にいたけど楽屋で待機だったもんね、うん、え、2人で行ったことないの。ないのね。うん、ないの。でも結構水族館行ってるんでしょ。家族がみんな好きだから水族館、うん、じゃあ一緒行こう。だけど四国水族館は行ったことないから行きたいの。うん、めっちゃ行きたい。京都水族館行ったよ。宮島水族館行ったの。宮島行ってない。あ、行かなかったの、うん、もう食べ、あのマネージャーさん食べるの大好きだから食べて終わったマネージャーさんとさ、マネージャーさんと宮島行ったんですけど、この前あのもうわんぱくマネージャーさんにわんぱくなんや、うん、もうね、うん、もう閉まりよったよね。5時ぐらいになったらさ、やっぱどこの店もだよね、うん、え、待って牡蠣最後に食べたいって言われて、あ、いいですよ、え、しのさんも食べますかって言われて、あ、え、じゃあどこかなって言ってて、うん、そう姉妹だね。うん、マネージャーさん面白い。え、本当に水族館行きたいです。結構行ったことあります。京都も行ったことあるし、名古屋も行ったことあるし、大阪、あ、でもし大阪行ったことある。え、でもね、あの品川行ってないんですよ。シャチ品川まだ行ったことない。品川この前行こうとしたよね。うん、行こうとした。閉まっててさ、池袋のところ行こうとしたんだけど、うん、無理だった。名古屋水族館行きましたよ私。あのね、え、名古屋港水族館ってさ、え、違うところ、あれ名古屋、あかりんさんがさ電話で問い合わせしたところ。あ、もしかしてあのなんかあれはみたいな、なんか、うん、なんか SNS 回ってきたわ。カメだっけ、なんか、なんかね、うん、あれ、アサリさんいたところかな。そう、水族館めっちゃ好きなんですよ。シャチがいるところ多分行ってないのって品川なんですよね。シャチ。ラッコ見たい、ラッコ。え、それはパセがあのカワウソを見てるところのパセを撮りたい。で、カワウソがこっち向いた瞬間パセも撮ってる。カワウソって水族館いるよ。え、だって宮島水族館いるの。あ、カワウソいる。うん、本当にもう似とるんやって。本当にそう、ラッコ今ね、そうなの、どんどんね、ラッコさんも見たい。ラッコさんも似てるよ本当。カワウソ、うん、似とる。鹿児島で昔見たことあるけどね。鹿児島行ったことない。え、修学旅行で行った。あ、そうなんだ。いいな、修学旅行っていうものに行ったことない。ラッコ見たい。ラッコ、え、チュラ海行ってみたい。チュラ海本当は行ける予定だったのにね、中学校の兵庫県の時ね、うん、でも兵庫県の修学旅行も、うん、あの広島の修学旅行も重ならんくって、中学の、そう、広島やったらあの夢の国だったらしい。 あら、そう。でも逆にこっち来た時にはもう終わってたの。あ、タイミングがね。そう、向こう兵庫県はこっちに来る、来た後中3の春とかだったの。県でもこう行けなかった。チュラ海、お兄ちゃんがあの沖縄であのそれこそ星の砂買ってきてくれた。チュラ海水族館、鳥羽水族館行ったことあるよ。車で行きました、パパと家族で、みんなで。ラッコ見た？え、どうだっただろう。なんかラッコよりもなんかね、めちゃくちゃなんか、ふーちゃんのラッコ見して。じゃあここの中に入れてる。はい。そう、カワウソにそっくりなんです、パーコが。本当に似てる。見たことないよ。
ストローにしかやったことない。マジで似てるの、本当に似てる。めっちゃ似てる。フィルターかかりまくるよ。どういうフィルター？美化された、美化、可愛く美化された。めっちゃ可愛いの、あの顔嘘ってね、顔嘘が、うん、でもそれにめっちゃ似てるのってことはだよ、可愛いってことだよ。ありがとうございます。めっちゃ似てるの。ペンギン水族館があるよ、長崎。ペンギンさんいるの？うん、ペンギン水族館、ペンギンさんがいっぱいいるの？多分近くにケーキ屋さんがあって、ペンギンの形のケーキがあるって。すごいね、楽しそうだよね。チュラ海も行ってみたい。沖縄行ってみたいね。沖縄行きたいな。ペンギン水族館、沖縄、広島からより福岡からの方が便多いのかな。確かにね、難しいよね。どのさ行き方が安いんだろう、ね、うわー旅行したくなってきた。八景島シーパラダイス、え、待って、八景島シーパラダイスってそれはあの恋愛映画とかによく出てくるやつ。よく出てくるんだよね。やっぱり見たことあるかな。え、ね、八景島、え、なんかかな、え、あれ品川、違う違う違う、横浜、あれ違うか、なんか映画出てきた。あれじゃない、広い四角とか違うかな。違うな、広い四角じゃないの。私が見てるそういう系映画って少ないから。これ横浜だよ。何のロケ地？八景島、ほら横浜、横須賀、横須賀、横須賀、ねえ、絶対のなんかロケ地だよ。絶対ロケ地だね。絶対ロケ地聞いたことあるもん。うん、聞いたことある。八景島あれかな、最近見たやつ。この世界から声が消えたなら違うかな。絶対にこういうのもやもやするの。八景島シーパラダイスは、え、近所なの、やば、え、すごい。じゃあもしかしたら遭遇してるんじゃないですか。そう、映画撮影のオフショーに。うわー、え、絶対に恋愛映画になりますよ。恋愛映画もほら、今夜世界からこの声が消えても。でも私見たことない。え、見たよ。あ、まあ違うわ、広島の友達見に行った。私見てないから、違う、私が見たのとは違う。なんで知ってんだろう。そう、発見しまし、あれかな、なんかヒルナンデスとかのそういうロケで見たことあるんかな、私は。え、昼中の流星は違うか。今夜世界からこの声が消えても、そう、それ友達と見に行ったんです。なんでだろう、聞いたことある、有名だから。え、ちょっと調べよう調べるよ、うん、八景島シーパラダイス映画、ドラマかもしれない。ロケ地、うん、え、今コナンって出てきたかな。え、ほら、やっぱそうなんだ。だってめっちゃね、なんか、うん、見てないわ私。見えた気がする。ほら、昼中の流星。昼中の流星、長野めいちゃん、漫画見てた。長野めいちゃん、昼中の流星かな、見た気がするな。映画館だ、見てないけど。私初めて見た映画館、アマプラかなんかで見たのかな。ライアーライアーもらしい。ライアーライアー見てないな私。いや見たな。どっち？見た。ちょっと嘘ついた。あ、見た見た見た。そのあのやっぱあの有名な一番大きなところ。うん、なんだろう、私なんだろう、見て気になる気。刑事ドラマとか、あ、私刑事ドラマしか見んから、恋愛系あんま見んから。刑事ドラマ系、朝顔、あ、お母さん見とったかもしれない、観察医、朝顔、それかもしれない。へえ、ライアーライアーもあれ見た気がする。のぶたはプロデュース、のぶたはプロデュース。なんか私が小学生ぐらいの時にさ、クラスのイケイケな子たちがめっちゃ見てた。でも私そういうの
なんかよく分かってなくてさ、のぶたプロデュース、え、なんだっけ、なんか決め台詞みたいなのありますよね、のぶたプロデュース。のぶたをプロデュース、うん、聞いたことあるかもしれない。あー、なんか聞いたことある。やんちゃなの、うん、なんかクラスのイケイケの女子たちがめっちゃ見とった。私は出遅れて何も分かんなくて話についていけなかった記憶がある。あ、のぶたパワー注入、それだ、かわいい、かわいいです、それです、それです。めっちゃ学校でも学童でも流行ってた。私はもうはーいって感じ。そうなんだ、行きたいな、いろいろ行きたい。水族館大好き。そらはね、うん、水族館でね、うん、コブダイに似てるの。だからコブダイに似てるって言われてたの。え、誰に、家族に、家族に。でも本当にそうなの、本当にそうなんだ。そうだったの、本当そうなんだ。今はちょっとマシになったんだけどね、うん、コブダイってわかりますか。わからない方ちょっと見ていただきたいんですけど、コブダイ似てるって言われてて。似てないよ全然。え、横顔だよ本当に、これ似てたから。あの、なんか昔はもうちょっと顔にお肉がなくて、うん、こうしゃくれプラス顎が出てたんですよね、うん、だから横顔もいった時にその自分でも似てるなと思って。そのおでこは似てないんですよ、その口元、口元本当に私ね、気付いたらこうなってんの。あ、え、だってんので、昔はもっとシュッとしとったし、それでコブダイを見つけると、はい、あ、ソラハだって言われてました。だけどソラハも仲間だと思ってました。コブダイ仲間だと思ってたんだ、うん、え、本当にちょっと、え、そう、コブダイ、え、コブダイ食べれるの。え、そうなんだ、え、本当だね、コブダイって食べるんだ、食べることができるんだ。へえ、ベラか、うん、私本当にね、口が、あ、でもよくないらしい、あまり。そう、コブダイに出るって水族館だ。いろんなところに行きたいです。それはおじさんに、おじさんっていう魚いるよね。修学旅行で見つけてデジカメで撮った思い出がある。うわ、デジカメいい、ね、あの時のデジカメをさ撮っとけばよかった。今流行ってるもんね、ね、デジカメ、デジカメブームよ今。買いたくても全然売ってないんだから、ね、そう、兵庫県にめっちゃいいデジカメがあったのね、もう、うん、シルバーでキャノンだしに、うん、めっちゃいいあったの。タイプのってこと？うん。なのにその充電のやつとかが線がなくて、はい、もう SD カード、うん、もう分厚いらしいよ。なんか今は薄っぺらいけど、うん、昔は分厚いらしくて、だからめちゃくちゃあれ。なんかあのね、カメラが正方形でレンズが隠れてるんやけど、なんかコチョンってやったらキュンみたいな。ああ。めっちゃすごいな。マジか。欲しかったのに充電器とかいろいろなくて、それは悲しい、悔しかった。そりゃ悔しいよ。めっちゃね、兵庫帰る前にね、うん、あ、広島に帰る前にお父さんにそのデジカメ欲しいんだよねっったら、え、デジカメなんかあったぞみたいに言われて、うん、探してくれたんやけど、うん、優しい、うん、写真もないや。デジカメ、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 カメ。ふーちゃん、タワー、ん、ほんとだ。え、ちょっと待って、え、え、わっ、ナーラブさん、ナーラブさん、ちょっとナーラブさん、なーにこのなんかクマちゃん、ちょっと、なにこれ、なんかかわいい。ナーラブさん、もうこら、ダメでしょ。これなんて名前なんて、あれなんかあるよ、どこにある、ここの、あの、ここのとこの、これのとこに乗ってた、それか。ナーラブさん、うわ、なにこれ、うわ、天使やって、下に SW シルバーウィークの大天使タワー、ありがとうございます。明日お礼させてください。明日来てくださるかな、ありがとう。
その顔申し訳なくって、申し訳ないかも。ピグレットの顔じゃん。ありがとう、明日お礼を書かせてください。あ、書いたやつは明日お礼させてください。ありがとう、ごめんね、いつも嬉しい。え、初代のデジカメメモリが少なすぎて数枚しか撮れなかったって。じゃああれがいいじゃん。そうなんだ。映るんですの方が撮れるかな。確かに。天使がどうかと。チュン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 キャノンじゃない。キャノンじゃないじゃん。全然キャノンじゃない。富士フィルムじゃん。富士フィルムだった。同じやつとか持ってた方いそうだよね。うん、いそう。今さ、手元にありますって方いそう。今ってね、あの JK とかでもデジカメブーム来てるから。そうだよ。少し前から来てるから、今手元にもう使わないデジカメあるよって方とか、そういうあのね、売ったら。これでした。需要ある。多分。これなんかここをカチャってしたら開くんですよ。でこれカチャってしたら戻るんですよ。うわー。これ。でも私はキャノンのお兄ちゃんから今お借りしてる一眼のやつでメンバーを撮ってる。でも自分の買いたいんだよね。でもね結構な値段なのね。うん。でもしかも使い方もマジで分かってないし、動画とか見たりとかするのむずくて、うん、あのだからどうしようと思って。この前教えてもらったよね、ダンスの先生。ダンスの先生がすごいカメラ好きな方だからね、F値がこうでとか言われたんですけど、ういー分かんない、アルファベットいっぱい数字いっぱいで分かんなくて、ね、あたふたしちゃったのね。でもちょっとやってみたい。ソラハカメラなんかね、ソラハカメラ一眼だけど、その初心者のやつらしくて、だからちょっと画質が荒いんですよ。皆さんがこうカメコ STU で上げてくださる写真はなんか 4K とかあって、すごいめちゃくちゃいいやつなので、だから、うん、めっちゃ画質良いね。だからもう超お高級って聞くからさ、ね、すごい。あと腕もあるじゃん、うん、多分みんな相当筋トレしてるよね、うん、ムキムキマッチョマジで。すごい。あと上手くない？絶対さ、ターンしてる写真とかだったら絶対もうなんかさすごい顔になるじゃん。でもなんかいい感じにさ、うん、の顔してる瞬間を収めてくれるじゃないですか。すごない？美味しい？うまい。お見合いです。いる？大丈夫だよ。これを言おうと思った。なんで？親切にしてもらったら大事。うん。あ、くれるの？だって喋っとるから。ありがとう。喉乾燥しちゃう。おいしい、ね、うまだよね。こいっちゃ、こいね。麦茶も作れるよ。いつもお水。麦茶。そらもうなんか水だったけど、うん、あのお茶を飲むようにする。なんでかっていうと、体脂肪を減らすって書いてるから、私はこの言葉にしっかりと信じてるから。企業のそのこれを書いたらきっと売れるっていうのをちゃんと。しかも細いサラピがこれを飲んでるってことは本当に体脂肪を多分相当減らしてるの。だから私はリスペクトしてるから、うん、信頼してこれを飲んでます。他のお茶もあるやん、濃いお茶でさ体脂肪減らすとか違うお茶の種類であるけど、じゃあもうサラピがこれを飲んでるから、本当に私はサラピにあの、はい、支配されてる。支配されてるそう、あの勝手に なんていうの細い人がさそれを飲んどったらさ、もう確実にそうやん、うん、私はこれをも飲んで、じゃあビデオレター撮って、サラピに、うん、サラピに言っとるから私、あ直接今日も今までしてますとか
リスペクトですとか言ってるけど今日も買いましたよ。そう今日も買ったよサラピー。サラちゃんが開発してないよそれそうだねサラピが飲んでるけどサラピのイメージがあるんやけど、そうすぐに影響されちゃう。細い子が飲んでるとね、うん、細いのみんなもおしめんが飲んだら飲むじゃないですか、うん、あ本当に。だからソタロウ氏もみんな今日から飲み出す。えでもね結構もう言ってる、ずっと前から言ってたね。こいちゃん飲んでくださいみんな飲んでる。えいる、あめっちゃいる、いるの嬉しい。私もアイスいっぱい食べてもらえる。やばいじゃん。だって健康心配になる。みんなさ急にさ私推しになった瞬間そうやっていっぱい食べてくる。えでも私もよ、それこそね揚げ鶏とかさ、あラーメンとか、うん、ラーメンまあ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 あれだけど、うん、あのそらく塩パンに信じられんぐらいハマってる時、塩パン一緒に食べてくださったりとかして。わあ飲んでる。いいね、おそろい、おそろい袋にゃん。おそろいだよ。どうした？どうした？よそ行き声でした今。どうしたの？どうしたの？天一とアイスの人たち。天下一品アイスが開発されたらもう私たち。聞いてください。どうしたんですか？10月5日天一の日なんですけど、はい、私は今のところ何もないんですよ。でね、うん、あの葵さんとその天一に行こうっていうお話をもう2年前ぐらいしてたから、うん、今いつ買ってた？え天下10月5日って言った？5日？あ、1日、1日、1日、そう10月1日天下一品の日なんですけど、はい、で葵さんと2年前からお部屋約束していきたいっていう約束してて、生誕祭の時にもそれを言ってくださったからもう行きたいと思って、はい、で葵さんにあの昨日ですねクルージングの時に、クルージングの前にもう言いたいと思ったけど、あせっかくなら直接お誘いをしたいと思って、クルージングの時に、10月1日どうですかって、あの天下一品の日っていうので、はい、あの一杯食べると次食べた時に無料になる、一杯無料券がもらえたりとかする、もう行くのに最適すぎる日ですみたいな言って、うん、もう自信満々に言ったんですよ、うん、そしたらですね、はい、えその日仕事入ってるって言われて、あ一緒かもお仕事、ああれあれあれやろ絶対に、うん、え2人なのあれって、2人のって言われて、うん、あ分かりましたって言って終わりました。じゃあ誰か一緒に行きましょう。マネージャーさん言おうかな。マネージャーさんに言ったら多分あれですよ、あのあ尾崎さんとかが無理だからですかって、いつもね言われるよね、うん、それがマネージャーさん誘う時ってなんか毎回言われる、今日尾崎さんが お仕事だからですかとか言われる、うん、この前はそうでもなかったけど、そうでもなかった、うん、違うお仕事だった、悲しい悲しい寂しい寂しい、うん、家族なら絶対行ってくれるから10月1日だけ帰ろうかな、兵庫に。だから5人全員で行ったらさ4枚もらえるよ。お兄ちゃんおらんけんやけど、無料券、そうパパとママと。でもね10月妹食べれるん？え妹全然余裕よ。マジマジでやばい。あやばい、ほんまにもうちっちゃい子のさ食べるのわからんけど私、うん、でもね10月2日から行ったら、うん、なんかなんかもらえたりとかするんよね。だからどうしようと思って、うん、どうしようどうしよう。両方行くってのはどう？両方行きたいんだよね、うん、でも兵庫県の天下一品が好きなんだよね、うん、でも強いて言うなら私京都に行きたい。マジで本店に1回しか行ったことないから行きたい。京都行きたいよ。連れてってまた1回しか行ったことないね。はい行きたい、パセの行きたいマネージャーさん、うん、でも普通にマネージャーさんと話したいことがあったから、うん、行きたい。大好きなの天下一品が。でも最近行けてないんです、うん、でもね、うん、なんかおじいちゃんがね、うん、それこそ天下一品とかそのモックスとか、うん、それが美味しい美味しいって言っとるから、うん、食べてみたいって言って、かわいい、そう兵庫帰った時とかに何どこご飯行くって言ったら、天下一品ってソラハが美味しいって言うからとか、ソラハが好きだからとかって言ってね、うん、言ってくれなんかガチでかわいくない？そのおじいちゃん、おじいちゃん本当に大好き、見てる
水、いやワンちゃん寝てるかも。いやでも見とるかもしれん。おじいちゃん高野豆腐高野豆腐私大好きですよ。高野豆腐いつも覚えてくださってありがとうございます。もう高野豆腐の子やから、うん、高野豆腐で覚えられる。高野豆腐の子だからすごいね。でも私のファンの方でも高野豆腐好きってそんな知られてないと思うけど。マジ父ちゃんのおじいちゃんすごい相当やからな。多分みんなの将来見とるんか知らんけど大好き。天下一品行きたい。おさき高野豆腐セリカやばいミドルネーム高野豆腐そう汁抜きでそうだよ。むくむからね汁抜きで。本当だよね、うん、汁頑張って全力で箸で高野豆腐の汁を絞って食べる。やばいよ。じゃあもうあのまんまはダメなん。うん、だから乾燥はダメ。硬すぎ。だしを染み込ませてふやかしてから、ね、ふやかしてからなんだね。そうそうなんだ。汁がうまいのに。そうなんです。本当にパセのその徹底具合やばい。今日はちょっと怖い。やけんそう、あーこれ後から罪悪感に浸ってしまうだよなと思ってなんかソラハは別にそんな塩分とかその気にしないですよ、はい、あのサラピもその気にするけど、はい、でも全然食べるんですよ容赦なく、はい、でもパセってマジで気にするから、うん、あだから焼肉食べたりあのキュウリの塩のなんか食べたったりとか、うん、しとるたびにあー申し訳ねーってなった。いや美味しかった本当幸せ。こうやってさ出かけて食べることないから嬉しいよ。そうめちゃめちゃ気を使ってるってもろて気を使ってて最高最高。いいことやけどね。でも気を使ってない何も考えてなかった。うま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 そう天下一品天一っていうか残った方下品っていう話が出た。天一で天下一品で取られて残された方が悲しいってなっちゃった。お題が出た応援出したそのコメント。あ誰がそんなこと言ったんですかちょっと待ってください。誰ですか。天一それは天下一品だから天一じゃないですか、うん、ということは天下一品だったっけ。カピンですからね下品じゃないですけどね。カピンですから。どう考えても可愛いじゃないですか。カピンですよ。カピン。誰ですか下品とか言ったのは。コメントの誰か。あそうやってファンの方へなすりつけるんだ。カピンですから皆さん。カピン。カピン天下一品天一。でも天一もあれやけどね。天下一やから。うん、天天一。天一天一天一、ね、カピンってことは天下一品。カピンカピンですから。カピンですよ。なんか楽しみにしてごめんなさい。ダメですよ。カピンこれでカピンですから。ダメですか神さん。カピンですから残った方はカピン。そうです。カピン。もうそういう視点ある人すごいと思う。なんかそういうさ考えにならんから。うん、いやでもどっちかというとパコなる方やと思うよ。そうなる方。なる方やと思う。結構定期的私の言葉でなんか、うん、あのなってる、うん、なってるなってる。あ本当。うん、天一天一天一ですよ。天一天一第一期天一。美味しかった本当に。うん、お口に合ったなら良かったです、うん、いつも言ってくれるよね。そうなんよ。本当にインスタグラムとかで紹介してるやつさ、ソラハが美味しいって思ってもその方に美味しいって思っていただけるか分からんやん。もう自分が作ってるわけではないんだけど、うん、人それぞれの好みがあるし、そう皆さんの好みを知っているとかではないから、うん、不安なんよ。そう食べていただく時とか。いや分かる。私もアイスおすすめする時そう、うん、自分が作ったわけでもないけど、うん、そうだから美味しかったよって言ってもらえるとめっちゃ嬉しくなって、お口に合ってよかった。分かる。ほんまにこってり行けたよ。美味しかった。こってりだって言うなんです食べて。うん、こってり、こってり。でもうちょっとスープドロッとしてるかも。あ、ほんと。うん、美味しかった。
でもなんかね、11月10日なんか出るらしいんだよね、天下一品から。何が出るの？公式 X 見てたら11月1日アンドモアみたいな。はあ、匂わせてた。うん、あのドロドロのやつはいつ出るの？毎年いつ出てるの？あれじゃない、末じゃない、末、年末らへん。え、そう、11月10日アンドモアみたいなやつ。え、もう23時50分だっけ。え、怖っ。え、怖っ。やばすぎない？2時間以上喋ってるってこと。天下一品相互フォロー中でございます。やっぱ相互フォロー強っ。認知してもらっとるから。認知されてる、推しに。でもね、本当だ、スープがね、違うの。絶対こってりじゃないの。確かに、好き。塩系じゃな、なんか、うん、さ、あっさり系じゃない。ほら、塩、本当だ、あっさり系なの多分。ほら、やっぱ、あ、魚介、何が始まるの、魚介なのかな。え、ほら見て、これ10月1日2日からね、スピードくじで、ね、これやばくない、これ欲しくない。軽量カップか、うん、こってりハンカチか、あ、これ参加者だ、まあ、50円引き。え、めっちゃ欲しくない、これ。すごい、ね、軽量カップもハンカチも欲しい。すごい、ね、こんばんは。おいしい。お腹空いてきちゃった。お腹空いてきちゃったの？なんかね、口に入れたくなっちゃった。おじいたん。おじいちゃん見てる？嬉しいよ。おじいちゃんが LINE で見てるって見てくれてコメントしてくれた。寝なよおじいちゃん、寝なね、うん、孫を見たいんだ。でも大体12時に寝るの。そうなの、うん、おじいちゃんから見てるって5分前ぐらいに返信があった。おじいちゃんかわいい。すぎてもまかわいすぎる。かわいいですね。だんだん下がってきた、ね、雑魚がやばい。でもそらはも、うん、バコのおばあちゃんにソハラさんって言われてるらしいからそうだよ、ソラハさん、いつもソラハさんだよって言ってるのに、あのソハラさんは元気ねっていう。あれ、苗字やと思われてるんじゃない？よね、多分ね。ソラハっていう名前が、ね、そうだよね、ソラハもあんまないもんね。ソハラってなんか、ソハラさんっていつもね、長崎のおばあちゃんが言う、うんうんうん、いいよ、もうソハラ。じゃ初めて会った時に、あ、いつもお世話になってるソハラですって、もうソハラで行くね、うん、ソハラで、ソハラで行こう。もう多分覚えきれない、ね、うん、そうよね、ソハラさんにしよう、うん、あと私の名前もね、あの覚えきれてないから、おばあちゃんなんていうの、妹の名前で呼んできたりとかするから。でいとこの、でも似てるもんね。うん、いとこの名前とか呼んでくるから、多分もうソラハは覚えられないかもしれない。ラってむずいしね、うん、R って発音むずいし。ソハラさんソハラ、パセリって言われてるよ、おじいちゃんが。確か、うん、嬉しい。パセリかな。妹も覚えてくれて嬉しい。パシャちゃん、うん、パシャちゃん、あー、妹です、あの妹ね、うん、この前さ、妹さん、え、そう、私の妹が、なんだっけ、公演よ、あの、アベマの、そう、アベマの東京公演をお母さんがテレビで見てたらしくて、したら、あ、ソラハさんだって言ったらしい。そう、妹さんが。でも妹さんに、うん、そう、長崎に行った時にパセのお家泊まらせていただいて、うん、あの、初めてお会いしたんですよ、目の前でいて、うん、朝かな、うん、もう私たちが出発する前ぐらい、うん、で、その時に妹さんがご飯を食べてらっしゃって、らっしゃって、そう、で、まあ、来てる側やからね、さすがに、はい、知らん人やん、はい、確実にね、お邪魔してるから、あ、いつもお世話になっています、シナのソラハ、あ、ソハラって言ってた、ソラハです言ってない、はい、ソラハですって言って、なんかみたいな感じだったんですよ。でも声は聞いてないんですよ。 そこしか、1回しか会ったことないのに、2回会ったことあるよ、博多駅だって。あー、あったね。だからお辞儀して、ね、フィニアスとファビアでお辞儀してくださって、、うん、その妹さんが。で、そのパセからはすごいなんか冷たいっていう感じのを聞いてたから、え、全然普通じゃんみたいな、たらよそ行きだよみたいに言われて、うん、よそ行きって本人が言ってた。 で、そこの次に初めて面と向かって挨拶させていただいて、でも
声は聞いたことない方でしょ、うん、でも言ってくださってたらしくて嬉しい。しかも声かなんかで気づいた。もうやばいね、うん、絶対見とる。なんかショール見てますか。あ、お母さんが DMM とか。あ、ママさんね。でうちの妹もまずのこの認知あるし、うん、お互い認知、大体お父さんも認知。私が兵庫帰った時に LINE しよったら、パちゃんパちゃんって言うし、パちゃんかわいい、パちゃんって、妹かわいい、生意気。今早く連れて帰ってきて広島に来て、パちゃん嬉しかった。そう、みんな知ってる。パパとママはおさきさん呼びやけ、おさきさんって言われる。だけど一瞬誰かわからんくなった。マメタ、マメ太郎ね。マメによろしくって、うん、定期的に私ボイスメッセージ送るよね、うん、お仕事頑張ってくださいって、うん、やばいよ57分。嘘、やば。パーコの方から壇上読まないと。壇上、あ、え、どうしよう。この前声でやったよね。なんかちょっとやし、今回も声でやってみよう。はい、はい、13位、陣内さん、ライダー。12位、ウォッカさん、ウォッカごくごく。11位、ユタパッパさん、パッパッパ。10位、ミフネさん、ブロー、これ船だ。9位、リョウヘイさん、ヘイ。え、前回も来ないだけそれ違うかな。8位、エガアマリアエリスタさん、ヨガ映画から。ちょっとか英語のあれが分かんない、ごめんなさい、本当にごめんなさい。ヨガ。7位、メロンのあそこさん、パコパコパコ。6位、ゼットさん、あ、でも前回もゼットって言って気する、うん、ゼー。5位、ゼータン。4位、ミツさん、ミツ、あ、ミツに乗ってた。3位、ジャクソンさん、ふぅ、あ、マイケルジャクソン、ジャクソン。2位、阿部寛さん。え、それはアベイルをしようとしたの。あ、アベイル、アベイル、服の、そう、服、はい、1位、タッチ、タッチ言うと思います。ありがとうございます。あ、私じゃないんですけど、私の方じゃないんですけど、ありがとうございます。それでは男女見ます。13位、キッチさん、12位、アスパラさん、11位、ひたち産業さん、10位、スーさん、9位、サイダーさん、8位、スエさん、7位、プチさん、6位、カイトさん、5位、ゼータンさん、4位、タカさん、3位、天然ネギさん、2位、ユサナクさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。ありがとう、うわ、ありがとうございます。1位の方、あれだ、パセ押しの方、代打できてくれてる、絶対代打できたら、タッちょっと書いてた。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、みんなありがとうございました。ありがとう、また明日お会いしましょう。お話し会よろしくお願いします。ギフトありがとうございました。タコさん、ありがとう、ありがとう。また明日お話し会、そしてお話し会終わったらショールームしますので、よろしくお願いします。バイバーイ、イエーイ、バイバーイ、またね、おやすみなさい。あれ言わなくていいの？うん、いいな、終わってるから。うん、ハンボバラバティポープタブタブニョム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 ニョ